はい、こんにちは。レクセン二講師の矢島です。えー、本日はね、二千二十二年の、まあ、合格目標ということで、まあ、無料公開講座で矢島の。債権法体系チェック講義ということで、えー、やっていこうと思ってますね。で、レジュメ、あの、一ページのところをね、まず開いていただきたいんですけれども。まあ、あここにね、ちょっと話の概要として。まあ、あの、一個目のね、始めにっていう、一個目のブロックのところの始めにっていうところですけど、まあ、今回二時間っていうね、ちょっと、まあ、短いの、短い講義の。ま中で、債権法全体の体系的な理解にね、役に立つところ、ちょっとこう、中心にやっていこうと思ってますね。まあ、論点単位のこ ね、物切りな勉強っていうのはまあ誰でもできるんですけど、そのね、各このいろんなところでこう出てくる項目をね、いかにこうつなげて理解するかっていうのがやっぱ近年の試験の合格には必要でありまして、やっぱその試験講師員の方もね、やっぱその丸暗記型中心の勉強をしている人を排除しようとしてね、まあそれであの問題作ってるっていうのは、特にあの司法試験のね、出題の人が採点実感なんかこう見てるとよくわかるんですよね。あとはその令和三年の試験がちょうどちょうどこの授業をやっているまああのちょちょっと前ぐらいにね、司法試験の論文試験終わったんですけど、やっぱ問題が深くなってきてるんで、まあそういう いう意味ではね、やっぱこの丸暗記はダメなんだなと。まあ本当に基本を積み上げてですね、しっかりと理解をする勉強をしていかないとまいけないのかなという印象はね、まあ受けましたね。まあ今日はそういう感じでまあその民法のね、まあちょっと今日は債権法にちょっと限定して、まあそのいろんな重要な論点があるんですけど、それをこうつながるようなね、えー、感じのちょっと理解をして帰っていただければまあいいかなというふうに思ってね、まあこの企画をまあいたしました。じゃあそこでやっていきましょう。でこれ一ページのところね、あのこれ重要度あの各項目ね重要度に応じて記号をつけてるんですけど。 これ、あの、矢島の体系、あの、矢島のね、促進プット講座っていう、あの、講座のものと、まあ、同じで。この丸、ひし形、三角で、まあ、あの、大事なものからね、こうやってつけてます。で、特に答案に書くようなことは黒丸にしてね。で、ちょっと順位が、ランクが下がるのひし形の黒塗りにしたりね、三角にしたり。って感じで、で、尻抜きのものは、これ理解しておくと、答案の質が上がって、点数が、あの、上がりますよっていうね。そういう、感じなところになってますね。あとは条文の、あの、略記の仕方、ルールとか、あとはね、この担当番号なんかね。 こんな感じでちょっと略記してますんでねよろしくお願いします。さて では二ページのところに行きましょう。あ、であの目次えっ、ー、と五十二ページに目次ありまして、今日テーマ五つでこれをつなげられるかって話なんですよね。まあこれそれぞれ大事なあのテーマでね、まあ大事な論点なんですけど、この相互のつながりをまあ理解していってもらいたいということですね。で五十二ページのところまずテーマ一でまあ特定物債権と不特定物債権でテーマ二でまあ債務履行でまあ債務履行って範囲が非常に広いんで、まあ今日はあの履行地帯とね履行不労のところをちょっと大事なところをお話し,したいと。そしてテーマ三でまあ弁済の提供と債権者の受領 自体でテーマ読んでまあ危険負担でテーマ後で契約解除でこれをまあぶつ切りでこうねあの覚えるんじゃなくてちゃんと相互の関係性をねまあ理解していただければ今日のまあ講義は成功かなという感じになりますね。さてじゃあ一ページあのあ二ページですね。えー、まずテーマ一のところですけども。 ま,あまず基本的な話をしていきましょう特定物債権と不特定物債権という話で,で、まあ、括弧1のね矢印のところですけど債権、まあのね分類の仕方ってまあ分類の仕方はいろいろあるんですけれども一、まあ、つ、ね、あの特定物債権と,、まあ、というのと不特定物債権とにあの区別して、ねえー、理解することが、ね、とても大事になってきますねでこの下の括弧2の,あの矢印のところですけどこれは答案に書くことがありますので黒丸でちゃんと理解して記憶をしておかないといけないというところになりますね。 まああのなんかね読んでわかる勉強と書けるように するための勉強って全然質が違ってねまあ当然ここの特定物債権ね今この矢印に書いてあるところ読んだら分かると思うんですよ皆さん当事者が物の構成に着目して指定した物ねこういうの特定物って言ってで具体例としてはまあ中古の自動車ねこれやっぱ唯一無二なんで中古の自動車ってやっぱその当該物しかありませんのでまあやっぱ唯一無二なんでねまあ当事者がやっぱその物構成性着目して指定した物になりますよねそれを売買の目的にしますっていう形で指定してると思うんですよああととは芸術作品でさまあいろんな絵があの絵画がが画ああるとしたらやっぱその当該 をやっぱ欲しいと思ってね、えー、その当該物の個性に着目してその物を売買の目的物にま指定しているわけですからこういったもの特定物だって話になるんですけどまあ、そういうのね聞いて分かるとは思うんだけどまたこれ問に書けるのってはまた質が違うんですよね当然この定義をちゃんと理解してあの記憶しておかなければいけないのと同時に他の具体例が出た時にもあちゃんとこれ特定物なんだっていう形であの判断してで問わに書かないともいけないわけなんでそれは講義があの終わってから皆さんが復習どんだけちゃんとやるかによって決まってくるんですよねまあ、よく答案書け ているんだいたい多くの場合がね、こういった定義とか要は法規範です、ね、この事業を進めていく過程でいろいろ黒丸レベルのは覚えとかないと答案絶対書けないようなことっていうのは結構あるんですけどそこをちゃんとあの理解して記憶してないのがもう原因ですからなんでそこを、ね、あのもう1年ぐらいかけて本当に真剣にやらないといけないという感じですね。 さてで今度、ですねえこの2個目のブロックですけども、特定物の引き渡しをね給付の内容とする債権のことをまあ特定物債権なんて言いますね、3ページのところですが、特定物債権から一体どんな効果が生ずるんでしょうかって話で,で、これ、論文試験で事例処理するときとか、あとまあ担当試験でもね短い事例処理 <laughs> させますけど、そういう時にね、ああ、こういう効果が生ずるんだってことを前提に事案を処理していかないといけないっていう話なんですよ、まず一つが、全館注意義務です、矢印のところですね。 まあ400条は債権の目的が特定物の引き渡しであるときはね債務者はその引き渡しをするまでまあ契約、その他ね債権の発生源及び取引所の社会常に照らして定まる善良な管理者の注意を持ってその物を保存しないといけないんですよということで,でまあこういうのを一言で全管注意義務というふうに言いますね。というわけであの債権の目的が特定物の引き渡しのときはねちゃんとあの引き渡すまでこうやって善良な管理者の注意で持ってね物を保存しないとまあいけないということになってきます。 でこの、えー、丸1の、ね、最後のブロック、要は丸2のところのすぐ上のブロックなんですけどね、まあ、白丸つけてるところですけど、まあ、債務者がこの義務に違反して、債権者に損害を生じさせた場合ね、まあ、債務不履行に基づくまあ損害賠償責任、まあ、要は義務違反なんでね、えー、契約から発生するこの全管注意義務をね、違反してるんで、まあ、契約から発生する債務を要は不履行しちゃってるってことになるんで、まあ、債務不履行になるんですけど、まあ、債務不履行に基づくまあ損害賠償責任が問われるということになりますね。 それから ② で所有権の移転の効果も生ずる時があります、えー、まあ矢印のところですが176条はですね、えー、物件の設定及び移転は当事者の一生時のみによってその効力を生ずるんですよというふうふにまあ規定してますが、まあ、特定物売買はまあ所有権の移転となる対象がまあ契約時から、ねまあ、明確になっているということで、まあ、当事者間でねあの所有権移転時期、特約すればまあその特約、まあ、契約の世界ではやっぱ基本的に当事者の合意の方が優先するんでね合意原則ですから、まあ、基本的には合意の方を優先するんですけどそういった所有権の移転時期に に関して特別な定めがない限りり、ね、特約がない限り、まり、あ、目的物の所有権は契約時に売り主から買い主に移転するという効果がまあ生じますねで論文試験処理する時は当然こういう知識を前提にねちゃんと事例をまあ処理していかなければいけないわけですね。だから要はその時にほら所有権に基づく例えば返還請求権がじゃあ誰ができるのかとかね、まあ、そういうところに影響してくるから、まあ、そういうのを使っていろいろ応用するわけですよ。ね、だからそういういいいのを分かっててななと今今みたいな、ね、事例処理でできませんさてで今度ページすね ③ えー、引き渡し前に、ですねこれちょっと場面限定なんですけど、その引き渡し前に目的物が滅出した場合に、どういう処理がされるのかって話で、でこれ、大きくね、あの債務不履行責任の問題として処理する時ときと、まあ、いわゆる危険負担の問題としてあの処理する時ときとがあるんですねで、これはちゃんと理解しておかなければいけません。でその下のの下矢印のところですけども まあ引き渡し前にね、まあ、目的物、売買の目的物なんか典型的ですけど、その引き渡し前に売買の目的とされたまあ特定物が滅出した場合ですね、引き渡しの対象となる物がまあ存在しないことになりますよね。でそうすると、特定物ってやっぱ唯一無二のものでありますので、引き渡し債務、履行不能になっちゃうんですよね。 ええ、というわけでそれが二行目のところになります。まず、ここは大事なのね、事例処理するときこの流れで考えていかないといけないわけですよね。特定物に関して、引き渡し前に物が滅失しちゃうと。その物のね、引き渡し債務、まあ、例えば、売買契約に基づく財産権移転義務。としての、まあ、目的物の引き渡し義務を負いますよね。引き渡し債務をね。まあ、それが、まあ、履行不能になっちゃうんだっていう話になります。そして、この二段落目のとこですが。えー、この時、目的物の滅失につき。債務者に、軌跡自由がある場合ですね。えー、債務者は、まあ、債務履行責任を。 とということになります、まあ、実際には、ね、この奇跡自由って415条1項たし書きで面積自由の方になっているという話とか、まあ、ちょっとややこしい話があるんですけどここでは話を簡単にするために、ね、ちょっとこの主張立証責任のところは置いておいて、ねまあ、本当にあの単純な話をまあここでしております、まあ、とにかくあのメッセージについて債務者に奇跡自由があればこれは要は危険負担との,、ね、あのこう比較なんですよ危険負担の問題にするんじゃなくてこれは債務不履行の問題としてまあ処理されるんですよっていう、ね、そういう意味であのここを書いてます。さててそしてですね えこのメモのところですけれども415条の2項1号にえ履行不能を理由に店舗賠償の請求ができることが明文化されているのでこれの2020年4月1日で再建法の改正によって新法のほうで明文化従来の判例法理が明文化されたものなんですけど415条2項1号に立候不の理由とする店舗賠償の請求ができることが明文化されていますのでまあ店舗賠償をする場合はねまあ全管注意喚違反と構成するには実はに立不補っと構成しちゃった方がまが話が 早いいののかなっていう話ですね、まあ、こ明文化される前はねあのこういったまあ事例の時にに、ね、物滅出した時に店舗賠償する時にまに全館中義務違反でで店舗賠償だみたいな理論構成もありえたんだけど、まあ、今、ちょっとこういうあの店舗賠償に関しては要件が明文化されてるんで,でその要件の1つにあのこう履行不能っていう形でこう来てるんでね、まあ、そんな感じで全館中義務違反って構成するや単的に履行不能って構成すればいいとでそのためにここれやっぱこの1個目のさブロックの 1, 1段落目が大事になってくるんですよ。 この引き渡し前にはその物がね特定物名出するとその引き渡し債務が利行不能になるって分かってればさあとこの利行不能の条文あの使ってさ店舗賠償ができるってもう論文試験の事例処理できるじゃないですか、ね、でこういうのってなんか論点ってわけじゃないんですよねちゃんとこう論証パターン集丸暗記するようなあの勉強じゃなくてきちんとこうやって積み上げるね一個一個大事なことはあの積み上げていくことによってあの理解、まあ、あのできることであってでやっぱ最近の論文試験ってこういう理解力が試されてるんですよ典型的なあのもう論証パターン集にあるような論点聞くんじゃなくてねこういうところのつながり をちゃんと自分で現場で見つけられるかというかあの思いつけるかどうかというね、まあ、そういう能力をまあ試してますね。ちなみにこれは司法試験でも予備試験でもあの同じです、論文試験ね。あとまあ担当試験もある程度こういう力がないとね短いあの問題でありながら一応事例処理するじゃないですか。<laughs> まあなんでねその処理ができませんので、まあ、こういうところを理解するというのは大事ですね。さてでですね今度個個目目のののブロック4ページのまあ2個目の ブロックなんですけども、まあ、先ほどね1個目のブロックは、は者にあの物の、ね、名質について債務者に奇跡自由があるときの話だったんですけど2個目のブロックは今度ね債務者に奇跡自由がないときになりますねじゃあ、読んでいきましょう、えー、売買の目的物の名質につきまして債務者に奇跡自由がない場合は、まあ、利効不能となった目的物の引き渡し債務と対価関係にあるね代金支払い債務、これどうなっちゃうんだろうかっていうね、まあ、そういう問題のことを高額、まあ、上危険負担の問題というふうに言うんです、ねまあ物の方が名質して利効不能になっちゃったってことは、まあ、もう引き渡しできないじゃないですか。 でそうするとその反対債務でありますね売買契約なんであの総務契約なんで反対債務がありますから、まあ、その代金の支払い債務っていうのがありますけど、まあ、そちらどうなっちゃうのかっていうことを考えるのが高額、まあ、上ね、えー、この危険負担の問題というふうに言われてるんです。 そして、えー、このすなわち以下のところ三、ね、行目2個目のブロックの3行目以下でここねまた場合分けをすることになります、括弧1えー、当事者の双方の責めに期することができない自由によって履行不能となったときは債権者は反対給付の履行を拒むことができる536条1個で例えばってとこでとこどです、まあ、特定物売買の目的物が引き渡し前にね当事者双方の責めに期することができない自由により滅出して売りなしの目的物の引き渡し債務が履行不能となったときはです、ねまあ、売り主から代金支払い請求された飼い主は履行供述できるって。 話なんですよこれが536条1項の危険負担の条文であるんですね、まあ、これ一番公平なんですよね、物の引き渡しを受けてないのにお金払わなければいけないって、それって不公平なんで、まあ、そこで公平にするためにね、536条1項っていうのがありますと、履行拒絶ができるということになってますねそして一方括弧に履行不能がこれ再建者のね。 えー、奇跡銃、要は買い主の方になんかちょっと奇跡銃があって、えー、それで物がね売,売り売り売りさんの方が引き渡せないって時にさ、それであの買い主が履行拒絶できるってこれ不公平になっちゃいますよね。カッコ一の処理をしちゃうとね。というわけで違う処理しないとまあいけないんです。公平を保つためにね、法律の世界って常に結論の妥当性っていうのが常に先にあってね、それは後からその妥当な結論を導くためにあの理論構成するのかっていうのがまあ法律家の仕事で、でその理論構成がまさにカッコ二なんですよね。でそこで見ていくと、まあ履行不能が債権者の奇跡銃による時は、まあ債権者は反対 利口を拒むことができ飼い,い,、ねまあ、い主のせいでズが披出しちゃったら飼、まあ、い主はズの引き渡しを受けられないんだけど、まあ、売り主の方から代金支払い請求されたときはそれを履行拒絶できないんですよだから払わなければいけないということになるんですよね、まあ、それが公平だって話で,でその妥当な結論を理論構成したのがまさにこの民法のね536条1項とこの2項だっていう話になってきますこれは民法に限らずすべての科目がそうですからね常に結論の妥当性っていうのが先にあってそれを要は、いかにこうね その結論の妥当性だけをこう熱心にえ論あの、ね、演説してもそれだと素人になってしまうからそこを法律家っていうのは理論構成するのが仕事で,で受験生の仕事でもあるんですよそれがねそれを論文試験の時にやらなければいけないって話なんですね。さて、でこの後ですが今度、ね、次のページ行きましょう6ページ現状引き渡し義務。ででここれね矢印のところですけども 483条なんですが債権の目的が特定物の引き渡しである場合において、まあ、適用場面限定されてますね債権の目的が特定物の引き渡しである場合ってことでねこの場合じゃなければだからまず483条は使われないことになりますね、まあ、483条の要は適用要件になるんですよねそういうわけで債権の目的が特定物の引き渡しである場合において契約その他債権の発生原因及び取引所の社会通念に照らしてその引き渡しすべき時の品質を定めることができないときはこれもまた適用要件になってますよね品質を定める 時はできないときは、ま弁済するものは引きその引き渡しすべき時の現状でその物を引き渡さないといけないんですよということになってます。でこれ要はあの特定物の現状引き渡し義務の条文という,ふうにあの言われてますね。でこの中のところなんですけど、これ実際なかなかね適用場面がないという,ふうに言われてるんですよ。なぜなら483条はね中のとこですけど契約に照らして要はその定めることができないときは。 っていう話なんだけど、結局大体ね契約の解釈によって、まあ明示または目次の解釈によってね、えー、結局特定できちゃうから大体どんなものをそのあの引き渡すべき時にねどういうものをあの引き渡すこういう契約になってたのかっていうのは大体ねその契約の解釈によってまあできちゃうんで、そういう意味であの四百八十三条ってあんまり使う場面がないっていう,ふうにあの言われてるんですよね。でこの点特にねちょっと中下の中のえっ、ー、と一番最後の中見てもらえます。実はね立法過程でこれもう四百八十三条この際だから削除しちゃえばいいんじゃないか、ね。 っていう話もあってあのこれ旧民放課時代からねちょっと似たような条文があったんですけど、まあ、今回のちょっと前にあった再建法改正の時にねもに削除しちゃえばいいんじゃないかって話出たんだけどちょっとあの内部の,、ね、あの反発にあって、ね、一応取っておいたっていう話なんですよでも実際、なかなか使うところはないだろうなっていう話なんですけどそれでちょっと血を読んでいきましょう。 今ご紹介した新483条につきましてこの規定の実際上の意義は乏しいとなぜなら債権、まあ、発生後に、ね、目的物の名出損傷があ生ずれば、ね、要はあの現状引き渡し義務ってさそもそもふ、まあ、普段別にこんなこと考えなくていいじゃないですか売買した人がじゃどういう時にこういう話があの出てくるかっていうと履行不能になっちゃって物引き渡しできなくなった時にこういうことが問題になってくるんですよねでそれ考えた時に果たして現状引き渡し義務っていう理論構成して事例処理する必要があるのかないのかって考えた時に実は 今ね、あの大体債務履行とか危険負担という理論構成を取ることによってその事例の処理ができてしまうんですよ、つまりそれによってまあ現状引き渡し義務のまあ出番がなくなってしまうというまあそういうい話なんですよね。<laughs> まあちょょっととそここご紹介しましまう中のところです 一一番番最後のの、ね、ページの一番下です、えー、中、まあ、新483条につきましてこの規定の実際上の意義は乏しいなぜなら債権発生後に目的物の滅出損傷が想ずればさっきほら前のページでね、丸三のところでご紹介してますけど、まあ、債務履行ないしね、えー、危険負担の問題として処理されるんでだから結局、物滅出したときにねあの、現状引き渡し義務なんて理論構成しないでも事例が処理できちゃうんですよね。<laughs> というわけで、まあ、削除しようと思ってたんだけど、ちょっとね、内部の,あのちょっとこう反対が、まあ、あって、まあ、結局は、あの本当になんかよく使うのか使わないのか分かんないんだけど、一応取っといてい。 みたいな、まあ、そういう状況で残ってしまったんですね。<laughs> というわけでこれは4型に落としてます、あの5ページの一番上丸4ね現状引き渡し義務、その手前の丸一から丸三まではもう黒丸なんですよ、事例処理するときにもまず絶対使うからね、こういうことが問題になるときは、ね、絶対使うんだけど、まあ、現状引き渡し義務はあの使わないときも多いと思うので、もうほぼほぼ使わないと思うのでね、ね、まあ、それで4型レベルにあの下げてあります、まあ、そういう理由です、このランク付けっていうのはね。さてじゃあ今度ペ、えー、ペーージジですね6ページ かっ六、えー、不特定物債権、種類物債権っていうね、話を増していきましょう。で、あの矢印のところですね、六ページの一番上、ええー、三、あの矢印のところですが。まあ、当事者が物の構成に着目せずにですね。その種類と数量のみに着目した債権の目的物を、まあ、こんなの種類物っていうふうに言いますね。で、種類物の給付を目的とする債権のことを、まあ、種類物債権。まあ,あ、るいは種類債権、なんていうふうに言ったりします。で、このね、中のところ、まあ、関連問題で、あの司法試験の平成三十年の、まあ、設問一で。松茸五。 キログラムの売買契約の事例が出たんですけどこれってほら種類と数量ねあの種類は松茸です。です数量5キロだからね、まあ、そんな感じで、まあ、この松茸ツキロ5ラムの売買で典型的に種類物売買なんですけどね、まあ、こういう形であの自分であの判断できるようにしないといけませんね問題文の事実関係見た時にね論文試験担当試験見た時にあこれ当事者が種類と数量のみに着目してるなと要は言い方変えればさ物の個性には着目してないなと、ね、単にまあ種類と数量だけにまあ着目してるなってなった時にそれは種類物再建 ってことになるわけですよねそして 3つ目のブロックにいきます、えー、種類物に品質が加わったものをあの不,不特定物という言うんですねで、この不特定物の給付を目的とする債権のことを不特定物債権というふうに言います。でえー、なお、ね、ただ、4百一1条1項という条文がありまして、えー、債権の目的物を種類のみで指定した場合、であともう1に至るところに飛んでいきます、えー、種類物について当事者が債権の目的物の品質を定めてないときなど、その品質が定められない場合は、結局あ4四百1条1項であの自動的に、ね、あの品質定まっちゃうんですよ。まあ、要は中ののものを 品質に関してはまあ中東のものをねまあ引き渡すものとするみたいな感じの条文があるんでまあ実はあの品質を要は契約で明示してなくても条文によってまあ自動的に定まってしまうんでだから結局種類と数量さえね一番1個目のブロックのところでまあ種,類種類と数量のところさえ当事者があの決めておけば品質は自動的にもう条文で定まっちゃうんで定めてなくてもねだから要はあの種類物債権でも実質的には不特定物体券になっちゃうんですよねだからあんまり厳密に区別してませんここのところね。だから本によってあの表記が結構こう れれてるるるががあると思うんんだけどそれは実実にあの区別すす績なないからなんですよ事例処理する時に結局種類物細菌だろうが不特定物細菌だろうがこのあとご紹介する不特定物細菌種類細菌の,の,の法的効果がまあ出てくるんだけどそれで処理されるだけなんで、まあ、要はあの結局同じ効果が、ね、生ずる可能性がすごく高いんで、まあ、そういうことで区別する実績がないということで、まあ、あまりだからあの神経質にならないでいいです、まあ、ど,っちのどっちでも同じ意味なんだなぐらいな感じでね抑えててもらえればと思いますね。 さて、で、今度ね、いのところ行きましょう。で、その不特定物債権、まあ、種類物債権ら生ずる効果なんですけど。特徴的なのは、まず矢印でね、特定する前は、あの、履行不能にならないっていうところ。ここがポイントです。あの、さっき特定物債権のところは、もう、ほら、すぐ利行不能になるっていうのはポイントになったでしょう。ね、履行不能になっちゃったのはポイントになりましたけど、あの、こちらはね、特定する前は、もう利行不能にならないんですよね。まあ,あ、る意味、債務者っていうのは、の市場からね、その売買のや、契約の目的物をちゃんと調達してね。契約内容にあったものを、あの、調達して、相手にこう引き渡すね。まあ、そういう義務を。 まあ追ってるということになっていきますね。ま、利己のないことの反面、反面的なね話になりますね。えー、まあ、これ非常に重い義務という風に言われてますね。あのまあ市場から調達ね。何が何でもまあしてこないといけないわけでで、それしないと皆さんどうなっちゃうんですか？って言うと。まあ債務不利行になっちゃう可能性がありますよね。<laughs> まあ、そういう感じでね。まあ、何が何でも。 こう見つけけてててこないといけないいいいいととので非常にに重い義務だというふうにあの言われてますねそして最後のブロック、まあ、6ページの一番最後のブロックのところですが債権の目的物が特定する前はどの物につき全管注意義務を負ったり、ね、所有権の移転の効果が生じたりするのかが明らかではありませんので、まあ、そういったことで当たり前なんですけどあの特定前は、ね、最後のようです、えー、債務者は全管注意義務は負いませんし契約時に当然にあの所有権移転効果が生ずることが、ね、あるわけはないですよね。というわけで、まあ、さっきの,あの特定物債権の逆みたいな逆の方向にこうど,んど,んどんどん行くような、まあ、イメージでありますね。 そして七ページ限定種類物債券という話になります。えー、あのね意義のところで矢印のところです、えー。種類物債券のうち、えー、そのね種類物を給付する範囲が限定されているものね。えー、要は給付の範囲を種類物なんだけどその給付の範囲が限定されているもののことを、えー、制限種類物債券とかまあ制限種類債券なんていうふうに言ったりします。一応メモつけてきましたけどこれ全部同じ意味です。あの本によってこう表記がねいろいろバラバラなんだけど限定種類物債券って言ったり限定種類債券って言ったり。限定種類 あるいはこの限定じゃなくて制限って言ってね制限種類物債権、制限種類債権、これ全部同じ意味です。あと、これと似たような言葉が出てきたら多分同じ意味の可能性があります。というわけで、ねまあこんな感じまあポイント展開の種類,種類物債権と違って給付の範囲が限定されているというところがそこがポイントになります。ねで2つ目ののブロックのところですが まあ制限種類債権は民法に明文の規定はないんですが、まあ、解釈上認められてる概念でありますでそのね制限種類物債権に該当するかは、まあ、これ契約の解釈でまあ決まってくるっていう話になりますね、まあ、契約当事者が種類物の給付の範囲に一定の制限をしているかどうかねだから論文試験の時にほらこの辺のところのやり取りが問題文に結構あったらもうここすごくメイン論点になってるなっていうのを気づかないといけないのねなんかいろいろ給付の範囲のことを当事者でね売買の当事者でいろいろ話し合ってるようなところが問題文にこう出てきたらあこれここ論点なんだなっていうのでまあ気づきますよね 例えば、例えばこの下の例のところ、A、まあの、ね、3つ目のブロックですが、あ例のところで、まあ、甲が管理する A 養殖池で、ね、飼育されている錦、まあ、鯉10匹ってことでね、単に錦鯉,鯉10匹っていうんだったらさ、錦鯉で種類でしょで、10匹で数量でしょ。 だから種類と数量だから、これ単にあのさっきやった通り、種類物になっちゃうんだけど、その A 養殖池、ねもうあそこの養殖池はまあすごく水がいいからね、色のいい鯉ができるんだみたいなさ、育つんだみたいなさ、そんな感じのこうまあ評判になってたらさ、それは錦鯉10匹っていうわけにいかないじゃないですか、買う方もね、やっぱあの池の鯉が欲しいんだってことになると思うんで、そういう形でその給付の範囲限定するってことがあるんですよね、種類物なんだけど、その給付範囲が限定されるっていう場合がありましてね、それを制限種類再建というふうにいってきます。そしてロムシ 事件の事例処理するときはね、そこの認定ができた後の法的効果をどう国に考えるのかというのが大事なんですけども、まあ、矢印のところですね。この下イのところ、効果、法的効果です。えー、制限種類物債権から生ずる効果は、まあ、基本的にはあの先ほどご紹介した不特定物債権のものと同じでありますが、ただ大きく違うのは給付の範囲の目的物が全て滅失すると履行不能になるというところですね。ね、種類物債権の場合あの特定場合は履行不能というのが観念できないわけですよ。要は無限の調達義務、市場からね契約通りのものをちゃんと調達して引き渡す義務を 追ってるわけけですけれども、まあ、制限、種類、債源に関しては給付の範囲が限定されているがゆえにです、ね、その範囲の、ね、ものがまあ全部滅出してしまうとまあ利行不能になってくるということになってきますよね。というわけでこういうのを前提に事例を処理していくことになります論文試験のね。でこういうのも論点、まあ、なんか論点ってわけじゃないんだけど順番に頭に体系的にちゃんと染み込ませておかないといけないわけですね。そして、えー、この後、ね、次の次ページに いっちゃいましょう。あ、一応まあ効果のところあのあいいか。まあ、次行っちゃいましょう、えー。8ページの方ですね。で今度ね種類物債権の特定っていう話します。で矢印のところですけども種類物債権のま特定ってことでで矢印のところでねまあ、種類物債権の、えー、目的物が特定の物に定まることをま特定というふうに言いますね。えー、で メモのところ一回読んでいきましょうか。まあ、種類物債権に送る給付の目的物は。まあ、履行行為がある段階に達するとね。えー、種類物のうち、どの物を給付するのかが、まあ、特定する、まあ、段階に至りまして。で、これを種類債権の特定って言いますね。で、後で、あの、その一定の効果が生じてきますので。まあ、それに基づいて論文試験の事例処理をね、あるいは担当試験の。短い事例を <laughs>、まあ、処理していくということになってきます。じゃ、あ特定、どういう時に、まず、ちょっと後でね、特定の効果後でお話しするとして。じゃ、特定の要件っていうのは、どういう話なのかというと。えー、この三つ目のブロックのところになりますね。メモのすぐ。 特定の要件、まあ、41条2項に、えー、条文がありまして全、えー、項の場合、ね、括弧書きの中でちょっと大げなってきましたけど、種類債権につき法律行為の性質、または当事者の意思によって品質が定まらず、債務者が中東の品質を有する物を給付する義務をう場合において、ですね、えー、でこのあと特定の要件になります。行行目債務者が物の物の、ね、給付をするのに必要な行為を完了しまたはね、えー 再建者のの同意をを得てその給付すべき物をまあ指定したきはですね以後その物物を再建の目的物ととするということになりますねでちなみにこの下にまあ箇条書きで1または2って形でまとめておいたんですけど2の場合はね要件が要は特定の要件が明確なんでまあ論文試験では出しにくいんじゃないかとまあもちろんあの全く出ないっていうわけじゃないんでしょうけどまあ,あ,のあまり解釈が必要ないもんですからね事実認定の勝負になっちゃうからまあ債務者が債権者の同意を得てその給付すべき物を指定するとまあとでご紹介する特定の効果が生ずる ですね、というわけで、こちらそんなに難しい問題ではありませんね、事実認定勝負って話になります。で解釈論が必要なのは、ね、その1のところで、これは論文試験出しやすいんですよね、理解力がいろいろ人によってこう程度が違うと思うんだけど、その理解力の程度を試せるんでね、1は試験で出やすいと思います。でそこで ① ですが えー、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したとき、ね、この点に特定しますでその意味は最後のブロックですね8ページの一番最後のブロックで、えー、物の給付をするのに必要な行為を完了したと、まあ、言えるためには特定の効果であるあとでやりますけど、まあ、所有権移転の効果とか、ねまあ、全監注意義務が発生したりとかそういった効果の発生を実績に基礎づける要はそういった効果を、ね、発生させることを実績に正当化できるような、ねまあ、たこういった一定の効果が生ずるとさそれによってまあ利益を得る人もいれば、まあ、不利益 を受ける人もいるわけじゃないですか利益考渉上ね。じそういったまあ特に不利益をまあ受ける人に対してね、えー、そういう不利益を負わせることが正当化できるための要件はなんなんだろう。また逆に利益考渉上ね、まあそういった利益をそのね、えー、受益者の方に与えることを正当化するに足りるだけの事実関係要件というのはどんなのだろうってね、そういうのをいろいろまああの法律家というのは考えるわけですよ。結論の妥当性というのがまず先やって、ね、でそういう効果を導くための理論構成どうするのかっていうことをあの考えていくんですよね。でその考えた結果がここに書いてあります。<laughs> というわけでまあ読んでいきます。 とねまあ、もう一回、この最後のブロック見ていきましょう物の供給するに必要な行為を完了したと言えるためには、まあ、特定の効果である所有権の移転や全管事業の発生などを実質、ね、的に基礎付けるだけの債務者の行為が要求されると返ううされていますで何がこれに当たるかはです、ねまあ、債務の性質、まあ後でご紹介しますけどね、まあ、いろんな債務があるんですけど持参債務とか取り立て債務とか、ね、送付債務とかありますが、まあ、こういったところを、ね、具体的に見て、ね、どういった行為すればこういう効果を、ねえー、付与するのにあるいは逆にこういったあその負担を、ねえー、負わせるのに値するのかどうか かね。まあ、そういう観点から利益考慮上考えていくということになってきます。でえー、なおのとこですけど、まあ持参債務あのまあ、どの債務であってもね。持参債務、取り立て債務、総負債務いずれであっても、契約の内容に適合しない物をですね。要は歌詞ある物を給付した場合は、これ、さすがにあのブの給付をするのに必要な行為を完了したとは言えずね。これは特定の効果が生じないという,うに言われてますね。まあ、債務者に結構利益があの生ずることがあるんで、特定の効果としてね。まあ、そういう点で。 まあ要は債務者としては無限の調達義務から免れることができるというので結構大きなあのメリットが1つありますけどねさすがに貸しある物を渡して無限の調達義務から免れさせるというのはさすがに利益考慮上これは正当化できませんので債権者との関係でね、えー、まあそういうことで貸しある物をやってもこの、ね、物の給付に必要な行為完了したとは言えないという形で、まあ、これも利益考慮上の話になってますねさててその後、ね、ちょっとと債務ごとに見ていきましょうまず持参債務ですね。えー、矢印のととこです持参債務とは えー、9ページのね、一番上のところです、9ページのね、えー、括弧あの矢印で、まあ、持参債務とは目的物を債権者の住所地で引き渡すべき債務のことを言いますね、これ、論文試験でもし出たときに、この定義を書いて、当てはめしてで、その当該、その事案の債務が、持参債務だっていう指摘ができないと、点数もらえないんで、これ、覚えとかなきゃだめです、ここはね、黒丸ついてるところはね、まあ、持参債務で、それによって、じゃどうなるのかの前に、ちょっと例えばってところを見ていきましょう。例えば売主主が買い主の住所地で、えー、目的物 をまあ引き渡す群れのね売買契約に基づく売り主の目的物引き渡し債務、これは典型的な実産債務になりますね。売り主が飼い主のところ持ってくってことですよ、簡単に言えばね。酒屋さんでなんかあねあの米とかさお酒とか注文してで持ってきてもらう、そこまでの契約の内容になっているとてことになったら、それはあの実産債務ってことになりますよね。そして 2つ目のブロック、ですね、えー、持参債務はですね、えー、債務者がじ、えー、債務を持参して履行することがまあ内容となっておりますので債権、まあ、者が要はもう契約内容から、ね、どういう行為をすれば 無限の調達義務から、ね、免,れさせる免れさせることが正当化できるかって見るんですけどもうだってこれ債務者がさ債権者のところにもう、ね、物を持っていくっていうことが契約内容になってるわけですからそれはもう2行目の通り債権者の住所地で現実に提供した時にに、ね、初めてほら債務者をさ無限の調達義務から解放させてやってもいいんじゃないかなっていう,ふうには多分思うと思うんですよね。というわけでそういうまあ解釈論から、ね、そういった価値判断からじゃあどう理論構成するかっていうと2行目で、まあ、債権者の住所地で現実に提供した時にそに物の給付をするのに必要な行為が完了したと。もう からヘリクつけててみみましょうと要は理論構成ってある意味ヘリクみたいななもんなんですよね結論の妥当性だけでこう熱心にしゃべっちゃうと素人の人とそこら辺の通りすがりの法律を勉強してない人とあの変わらなくなっちゃうからねそこ法律家っていうのは何かとにかくヘリクツを、まあ、理論構成しないといけないんだけどその理論構成がこれなんですよあこういう時はもうこういう形でやっていけば丸く収まるじゃないかなって形で、まあ後からつけた理ヘリクツなんですよね、まあ、法律家って常にだからそうやってねあの結論の妥当性をどう正当化するかということをあの考えてるんですねさてでね今度 ええと、もう次のページ行っちゃおうえー、10ページですね。今度取り立て債務の方に行きます。取り立て債務でこちらはどういう債務かって言うと、10ページのい 1, -1 個目のところね。矢印のところで黒丸です。取り立て債務とは目的物を債務者の住所地でまあ引き渡すべき債務ということになりますねえー。だから要はあのまあ、物を売るんだけど。 買った人が売った人のところまでまあわざわざ取りに来るっていうねことがあの契約内容になってるかどうかって話なんですよね。だからそれは問題文よく見てねあの契約の内容がどうなってるのかその引渡し地がどうなってるのかっていうのをよく見ていくんですよね。でそれでまあ,物をあのを買った人が売り主の方にま取りに行くわざわざま取りに行くっていうことが契約内容になってたらそれはここでいう取り立て債務ということになりますよね。 特に論点ってわけじゃないんだけどこういう理解ができてないと結局論文試験の事例も処理,処理ができませんし担当試験の短い事例すら処理ができないんですよね。というわけで論点じゃないところがすごい大事になります。で2つ目のブロックです、えー、判例はは取り立ててにおいては えー、債務者がね債権者に対して、まあ、要はどういう行為をすれば無限の調達義務から丸がれさせてもいいかなっていう多分価値判断が先にあってねでそれはま,あまず弁済の準備ができたということを通知しないといけないんじゃないかなということね、えー、要は物を売った人がさ飼、まあ、い主は今まだ物を目の前にこうねないような状態でこう待ってるわけなんだけどそれをまあ売った人が飼い主に対してねあもうあの離行の準備がまあできましたよってことで、ねまあ、まず離行の準備しないといけないけど、まあ、離行の準備した,した上で,でそれができ ってこととうここを通知することによってさ、まあ、それぐらいのことだったらまあ無限の調達意味から免れさせてもいいかなみたいなねそんな感じの価値判断になってくると思うんですけど、まあ、そういうところを理論構成してね、まあ、準備と通知だみたいな、ねえー、感じでこの 見ていきます、えー、あまあの準備と通知で,あそうだでもう一つね無限の調達意味から丸がらさせるっていう話プラスあの特定の効果って後でやるんですけど所有権移転の効果とかあとあの全環中意味が多うとかっていう話があるんだけどやっぱりその物がある程度あのこう限定されてないとどこに対して所有権移転の効果が発生したのかどうかってちょっと分かんないですよね。で特にその、えー、と準備と通知だけした時に準備する時にあの例えばですけど。 えっと、まあ、なんかついでに、あるものを売ったときにさ、まあ、余分にこう物仕入れて。で、まあ、他の人にも売れるようにって形で、なんか整えることも、一応ありえなくはないですよね。で、そういう事例の時に、準備と通知だけで、まあ、無限の調達義務を免れさせたりとか。あるいは、その、お、所有権移転の効果がね、発生するってなると、やっぱちょっと曖昧なところが残っちゃうんで、正当化できないんですよね。そのためには、さらに、この、分離っていうものが、まあ、必要なんじゃないかと。要は、今回の契約の目的物と、それ以外のものを、きちんと分けておかなければ、まあ、いけない。 じゃないかなっていう価値判断出てきませんかね？どうでしょうか？まあ、実はここは争いがあります。あの分離を要求するかどうかっていうことに関してはあのえっ、ー、とね。このテキストで言うと11ページのところね。あの取り立て債務の場合にね。特定の要件に分離まあ、準備と通知がいるっていうのはもう争いがないんですよ。で、分離までいるのかどうかって実は議論があるところなんですよね。だから、ここはもうまさに結論の妥当性どこで測るかって話なんですよ。 分離までして初めてもう無限の調達義務から免れさせてしかも、あとその特定の効果を考えた時にねやっぱその所有権移転の効果とか全監注意義務が発生するというところがまあ,ありますのでえ特にまあやっぱりこの分離しとかないとさどこについて所有権が移転したのかとか,ってはちょっと分かんないですよねでそこを重視するのであればやっぱその特定の要件として分離までいるという理論構成をするんですよ。 ね、結論の妥当性としては取り立て債務の場合に、まあまあ、分離がないとさすがにねその特に所有限定の効果はどこに発生するのか分かんないからまずいよなって皆さんがもし思ったんだとしたらその価値判断を実現するための理論構成が、ね、特定の要件として準備と通知だけじゃなくて、まあ、分離もいるんだって話になるし、まあ、そこのところだからどう考えるかって話なんですよねねこここここここははははだかかからの結論は分かりまませんんの,ここのとととろは、ねまあ、そそ皆されれぞれがどうう考えるるいいになってくると思いますね。 でえーとね、ちょもうちょっとじゃあ中身やっていきましょうじゃあ10ページの2個目のブロックのところですねちょっと順番を追ってきます。 えー、取り立て債務の特定には債務者のどのような行為が要求されるかについては、まあ今先喋っちゃったんだけどあの議論があります。<laughs> あのだからこう解釈が分かれてるんですよここのところね。えー、まあ、準備分離通知って丸暗記しちゃダメなところでここはねちゃんとまあ、も場合によっては準備と通知だけでいって言ってる人もいるからまあそういう点でここはちょっと考えないといけないところなんですよね。でこの点でところですけどまあ、考え方の一つですけどね。まあ全款重義務の発生や所有権移転などの特定の効果が生ずる範囲が明らかにな,ならなければまあ、特定があったということはできないところ。 ところねまあ、準備通知だけだとちょっとそこのねやっぱどこに所有権が移転するのか分かんないんで、まあ、分離があって初めてその範囲が明らかになるとまた特定により債務者は目的物の調達義務を免れるという利益がありますが、まあ、債務者がこうした利益をね、えー、まあやっぱりこう債務者にこうした利益を与えるにはやっぱその分離までいるんじゃないかと、まあ、これは何か言ったもの勝ちみたいな感じがするけどね <laughs> あのこの分離までなくても別に準備と通知すればさ無限の調達義務から免れさせてもいいと思う人はさそ,それはもうここは多分かみ合わないと思うから。 まあここは何か言ったもの勝ちみたいな感じがするんでまあそういう点ではだから多分メインの理論構成ってさやっぱその所有権移転の効果がどこに発生するのかってここ結構大きいと思うんですよね。それをやっぱりあの妥当な結論を図るには多分分離って必要になってくると思うんですけどだからまあどこ重視するかって話でもしその所有権移転の効果ねあるいはまあ全貫地域の発生するねその物のえその範囲ねまあそこのところを明らかにしないとまあそれで全部特定の効果なわけですからまあそういう形でその特定の効果が発生するそのね目的物の範囲を明らかにし目的物の範囲を明らかにして初めて特 っていうのが認められるんだっていうのにもし皆さんが考えるんだったら、まあ、それはあの分離と準備だけではなくてねその分離をまあしないとまあいけないという話になってくると思いますね。でもし皆さんがそのじゃ3つ必要だっていう見解に立つんだとしたらねでとりあえず何も考えてない人はもう3つの見解に立っといた方がいいですここはね一般的には3つ要求するんですよでその3つの順番はちゃんと理解しておいてほしいのじゃないと論文試験がめちゃくちゃになっちゃうんですよ答案がね。でこれ順番決まってるんでね、えー、でこの後のところです。 ええと、この例えばってところ見てください。2個目のブロあ 3, 3つ目のブロックの例えばって。ところで結論から言うと分離が一番最初に来るんですよね。えー、まあ見ていきましょう。例えばまあペットショップ a と飼い主 b との間で種類物である。金魚100匹の売買契約を増したところね。皆さん金魚を買うときがあるとして、どういう形で家に持って帰りますか？ っていうとうのまあペットショップのお店の方多分ビニール袋の中に水入れて金魚を入れてくれると思うんですよね。でそういうのを想定してねえ、まあ、例えば、まあ、ペットショップ A と飼い主 B との間で、まあ、種類物である金魚100匹の売買契約をしたところ、まあ、A の店舗にじゃ例えば在庫がないとしましょう。ね、在庫がないと した時にねちょっとこうデメ金が欲しいんだけどっつったら脇菌しかいなくてじゃあデメ金ちょっと仕入れてこなければいけないみたいな、まあ、そんな話になっちゃった時に、まあ、A の店舗に在庫がない時に A がまずねその200匹を市場からまあ仕入れてね市場からまあ仕入れてでその200匹から B との売買の目的となっているその100匹をねあ別に100匹だけ仕入れてくればまあ あのいいって話もあるかもしれないけど、まあ、ペットショップなんでね、まあ、どうせなんかわざわざ市場まで、ね、あの交通費かけて仕入れに行くんだったら、まあ、こっちも商売人ですから、まあ、そういう点ではこれを機会にちょっと余分に仕入れて他のお客さんにも売って儲けてやろうって思うはずなんですよ。まあ、そういう点で、まあ、例えばその売買はとりあえず金魚100匹って話なんだけど、まあ、200匹余分に仕入れたとしますよね。でそういう場合にあの分離 が必要になってきます、まあ、当然あの100匹売買の目的として100匹だけ仕入れたらまあそれはもう最初から分離があったってことになるんでしょうけどだからそこはケースバイケースであの事例処理していただければと思うんですけどね、まあ、仮にちょっと余分に仕入れてきた場合は先に分離が必要になりますね売買の目的とされた100匹をねこうまず分けるとそしてその後に下から3行目のとこですが、まあ、それを B に引き渡すために水を入れたビニール袋に入れてで、まあ、酸素をまあ注入してねで引き渡しの準備をするんですねそそれででの準備ができたことを 飼い主の方に通知するということで、まあ、それで特定するとその当該100匹にまあ特定するとだから以外その金魚が万が一ねなんかなくなってしまうと死んでしまいますと、まあ、これ利口不能になっちゃうんですよね、えー、種類物特定した後は利口不能になって特定物と同じようなの処理がされることになりますので、まあ、そういう感じになってきますというわけで、まあ、取り立て債務の場合だからこ議論があるんですよね何をもってその、ね、特定したと言えるのかに関しては、まあ、準備と通知がいるってことには争いがないんですけど <laughs> さらにこのねあすみませんえっと 通知あの準備と通知、ね、準備と通知がいるということには争いがないんですけど、まあ、その分離がいるかどうかというのはちょっと議論があって、ねで、もし皆さんのでまで、まあ、特にこうね、所有権移転の効果とか、まあ、全管注意義務が発生するその範囲ね、まあ、そういったところ、よく分かんない、分かるようにするためには、やっぱりまあ分離もいるなというふうに、もし考えるんだったら、その3つの、ね、話を入れといてもらえればと思いますね、でそのその時のまあ順番は、まあ、先にあのこの、ね、分離をして、で準備をして、で通知をするということになってきますので、その流れを 押さえていていくださいちなみにこれ、司法試験の,、ね、あのさっきの松茸あの 5kg の,、ね、のやつでこれ使うんですけど、まあ、あのここでやっぱ実力の差が出ますよねちゃんとこういう理解ができているかどうかというところで,、ねでまあ、例えばあの結論としてこの3ついるという見解を取ったとしてさあのこの順番間違えて当てはめしちゃうとやっぱりからこれ分かってないなってなっちゃうんですよね分離が先で、ね、分離してで準備して通知しないといけないんでそこあの順番間違えて問わに書いちゃったらもう理解されてないのがもう明らかになっちゃうから点数はあまりもらえなくなっちゃうんで、まあ、十分気をつけてほしいということになりますね。 さてでこの後ですが、えー、ちょっと飛ばしましてね、えー、12ページ、送付債務にいきましょう。送付債務 まあ今までの、ね、持参債務と取り立て債務が典型的な要は超基本的な話なんですよ。で、この送付債務はちょっとその今までの基本を使った応用的な要はちょっと頭を使わないといけないあの問題になってきます。で、12ページのまあ送付債務ちょ、これちょっと C 型レベルに下げてきました。まあ、復習するときは丸中心ね、丸を中心に全部一気に復習してもらえるとだいぶ力つくはずなんですよね。で余裕が出てきたら C 型三角って手を広げてもらえるといいと思いますね。で一応ここではちょっと C 型やっておきます。えー、矢印のとところですが債、まあ、債務債務とはは者または債務者の 住所地以外の第三地に目的物を送付して引き渡すべき債務のことを言います、ではい皆さん頭を固くしてはいけません、これ、あのね、物の給付、必要な行為完了したというのは何をもってじゃあ言えるのかというのをやっぱ具体的に考えてます、ね、あの結論の妥当性というのを頭の中で思い浮かべないといけないんですよ。よこういうい感じでまあ、ね 売買契約をじゃしましたと、ブツの引き渡し場所をど,どうしましょうかってなったときに、それ売り主のところでもない、買い主のところでもない、まあ、第三地、そこでまあ引き渡すっていう契約したとしたら、じゃあ、何をもってね、先ほどの効果を生じさせるに値する、ねえー、こととなるんだろうかってことをちゃんと考えないといけないんですよ、ここのところね。でか丸暗記はもう絶対ダメですね、今の試験には通用しないんですよね、丸暗記がね、頭を使わせようとしてますから、あの最近の論文試験見てるとね。でそこで え2個目のブロックのところですけれども、えー、送付債務につきましては、債、ま、権、あ、者に要請された債務者が、行為で目的物をあ、これちょっと場合分けします、まず債権者に要請された債務者が、行為でね、まあ、ちょっとこう親切に目的物を第三者で引き渡す場合について言えばですけれども、えー、その場合はね、目的物を発送したときに特定するっていうあの見解があるんですよ。しかしかですね どの時点で特定するかは、まあ、結局、行為を含む、まあ、契約の解釈のまま問題でありまして、送付債務という概念が必要かが疑問であるという指摘が、ね、されていますで。その上でどういうふうに考えるべきかというと、例えばのところで、まあ、債務者が持参債務を負っている場合に、えー、これもだから場面をよくあの、えー、意識しておかないといけません、この持参債務を負、ね、っていると、債務者が本来、飼、まあ、い主のところを届けないといけないという債務を負っている場合でありますね。でそういうい時ににに債務者者が運送業者を利口補助者とししてて使用した場合でこれによって別にあの 債務の内容がが要は履行が変わるわるけではありませんよねだからこの場合は原則通りも持参債務の原則通り、まり利口地で利行の提供をした時に債務者としては物の供与をするのに必要な行為を完了したというのに多分見ることができるんじゃないかと思うんですよね。というわけでこういう時に特定するというふうに考えていきます。 一方売買の当事者間で目的物の引き渡しの手段として売り主が運送業者との第三者に委ねることをまあ合意している場合これもよく、ね、問題文見て、ね、契約内容がどうなっているのか要は、売り主が飼い主の家まで届けるところまでが契約内容になっているのかそうじゃなくて売り主としては例えばいろんな運送業者がありますけどその運送業者のところまで発送をお願いするところまでが、ね、その売り主の売約の 義務になっているのかそれが契約内容になっているのかそこを見極めてですねそれでそのブツの給付をするに必要な行為を完了したというのがいつの時点なのかというのをまあ見ていかないといけないんですよね。当たり前でですすけけどど今のの一一方方という太字こ 売買の当社間で目的物の引き出しの手段として、売り主が運送業者等の第三者に委ねることを合意。している場合は、まあ、売り主が運送業者等に目的物の配達を依頼して、発送したときにね。これほら、もうやるべきこと、債務者としては、まあ、やるべきことや、契約上ね、やるべきことやったってことになりますから。まあ、物の給付をするに必要な行為を完了したんだってことで、まあ、その時点で、まあ、特定するみたいな、こんな感じ、か考えてるんですよね。で、こういう思考方法ができる人っていうのは、別にこのテキストに書いてないような事例が、本番の試験にパパって、まあ、いろいろ出てくると思うんですよ。だって、例挙げたらきりがないですから、世の中の、あの、事例っていうのは、もう。 そんな本に書ききれるようなものじゃありませんからだけどこういう理解ができてる人ってね別に事例変えられても処理できちゃうんですよねで最近の論文試験ってあのそういう能力を求められてるなっていう感じはするのね本に書いてあることそのまま出してくんないんでね特に司法試験の方はねなかなか出してくんなくてねやっぱいろいろ考えていかないといけないんで、まあ、そういう点ではだから本質的なところですよね丸暗記じゃなくてあの根本的なその理解をね取得っていうのはすごい大事なんだなっていうふうに思いました特に令和3年のね論文試験、まあ、今終わった直後だからね <laughs> まあすごく今あのこう思ってるんですよ私ねあっほんと考えておかなきゃだめだなと思ってね さて、で、今度ね、特定の効果いきましょう。十三ページのところですが、まあ、特定の効果で。 1>, でまあ、1個目のブロックですね矢印のところです、えー、種類債権の特定がありますと、まあ、基本的には特定物債権に関する法理が妥当しますので、えー、特定物債権の効果と同じような効果が発生しますただし、まあ、元がです、ね、種類債権だということが考慮されてまして、まあ、解釈上あの変更権の発生という、ね、ちょっと特定物債権にはまあ認められなかったその効果もまあ生ずるということになりますでちょっと大雑把にあにさっきの特定物債権の効果とあのほぼ一緒なんでもうあの見出しのところだけ追ってきますねまず ① 特定すると、ね、調達義務 無限の調達義務を免れて、ね、まあ、種類物の間は特定前はあの、ね、調達義務がありましたけど、まあ、調達義務を免れて、まあ、全監チー義務が発生しますと、あと、ね、特定によっては所有権移転の、ね、発生する範囲が明らかになりますから、まあ、所有権が移転します。そして え14ページのところですが、またあの先ほどと同じように、引き渡し前にあの特定した目的物が滅出した場合に、債務者に奇跡性があれば債務履行の問題として処理しますし、債務者に奇跡性がないときは、先ほどと全く同じね、危険負担でまあ処理しまして、その債務者の奇跡性がない場合は、またさらに2つの場合分けがされて、これはちょっと読んでいきましょうか、一応もう一回ね、同じことが書いてあるんですけど、1個目のブロックの2段落目のところで、売買の目的物の滅出につき、債務者に奇跡性がない場合は、 このた目的物の引き渡し債務と対価関係にある代金支払い債務をどのように扱うかという,かという問題が生じましてね。であの先ほどと同じようにもう危険負担の問題になります。で、括弧1これも以下もあの先ほどと同じになります。当事者双方 のセミニッすることができない自由によって利口不能となったときはね、債権者は反対給付の利口を拒むことができるし、一方括号に利口、えー、不能が債権者の要はあの買い主のね奇跡中によるときは債権者は反対給付の利口をまあ、拒むことができないって形でこれであの公平が図られるんですね。当事者間の公平がね図られるということになりますね。で、えー、この次の段落も読んでいきましょうか。二段だあの 1>, 1個目のブロックの2段落目のところですが、まあ、危険負担の問題につきまして、例えば、1、特定した売買の目的物が引き渡し前に売買の両当事者の責任にくすることができない自由により消滅した場合、売り主から代金支払い請求をされた飼い主は、その請求の履行拒絶ができます、これがその上の、括弧1です、536条1項による処理になります、そして一方、括弧2、特定した売買の目的物が引き渡し前に飼い主、かっね、危険負担の場面では債権者で、あの後でまた危険負担のところで改めてお話しますけど、 危険負担の場面で債権者主義とか債務者主義ってよく言うんですけど何をもって債権者債務者かというと履行不能となった目的物の引き渡し債務を基準に債権者債務者が決まるんですねでそうなってくると飼い主っていうのはこれ物の引き渡し義務を負ってないですよね えーまあ、むしろその引き渡し義務に対する債権者になりますのでだからここでいう債権者になりますちょっとややこしいかもしれないけどねあ,の、まあ後で危険負担のところでまた整理するんで、まあ、もしあのここ慣れてない人はね後で危険負担のところで整理してくれればいいと思いますね、まあ、いずれにしろこの一方ってというをもう一回読むとね括弧ッで、2、ま、で、あ、特定した売買の目的物が引き渡し前に飼い主の帰席自由により滅出した時はですね、えー、まあこれは当たり前だけどあのまあ売り主から代金支払い請求された飼い主はこれ利行拒絶できないとするのがやっぱり妥当な、まあ、公平な結論ですから、まあ、そういう処理が百三十 6条2項によってま理論構成されてるということになりますね。というわけでこうやってね。繋げていくんですねこのね。特定のところと、また危険負担のところって民法の本読んでると全然違うところに書いてるんですけど、こうやって離れてるところをこう徐々につなげていくことによってねそれであの本当の実力というのがついてね。安定した合格する力がつくと思います。さてで変更権もついでにちょっとご紹介していきましょう先ほどちょっとちらっとね。行った変更権ですが、15ページのところで丸4。変更権で矢印のところで。 まあ種類債権が特定したあ、ねえー、そに引き渡し前に目的物が滅出した場合引き渡し債務は履行不能となり、ね、で債務者は滅出につき事故に責性があれば、まあ、債務利行に基づく損害賠償責任を負うのが原則ですもっとも債務者は審議則上債、ね、権、まあ、者にあのこれもうやっぱり利益考慮これもあらんときしちゃだめですよ、えー、利益考慮した結果、まあ、特に債権者に別に不利にならないんであれば まあ債務者の方からまあ物変更してもいいんじゃないかなってそういう発想なんですよ、個こ,このところね。もちろん利益考慮上債権者の不利益になっちゃったらだめですよ、もう契約の内容と、やっぱ当初の契約内容と違うことをや,やろうとしているわけですから、<laughs> まあそういう点でね、えー、特定した以上、やっぱ種類物売買というのは、特定したらもうそのものを渡すというのがもともと潜在的、に内在的に契約の内容になっていたはずですから、まあ、そういう点で一度特定したものをあの後から変えるというのは、本来の契約の内容とは違うことをやることになるので、まあ、それによって債権者の、ねえー、不利益になるような、もしなんかそういうことがあればね、えー、それやっちゃいけないはずなんですよ。契約から導かれる 的効果ととは言ええませんから結論の妥当性考えたきにね、えー、だけど不利益にならなければまあいいだろうって話で,でその時の理論構成名分の規定がないんであの審議則使ってるんですよね。名分がないののの最後の頼みの綱ですよね審議則っていうのはね妥当な結論を図るときにさ、まあ、大体多くの場合は立法者の方が先にそれを名分の規定にしてくれてます大体。もういろんな事例想定して妥当な結論を導く理論構成ってのは最初からもう条文にしてくれてるんですよ。でその時代の流れに応じてさ法改正してあるいは新しい法律作ったりとかっていう形で,で場合によってはその法律がないところ判例法理が補ったりとか。 してるんですけど、まあそこでも。まあまだはっきりなおね。補いていないようなところの最後の手段で、例えこの一般条項でありますね。まあ、議規則ですとかまあ権利濫用とかまあそういったことを使ってまあ処理をしていくって話なんですよね。で、このまあ変更権ね。そろそろ明文化してくれても、債権法改正の時に明文化してくれても良かったのかもしれないんだけど、だけどね。明文化されなかったんだよね。なんでだと思います。 言うと、ね、多分あの利益考慮のルール化が難しかったんだと思うの結局広すぎてこの <laughs> 変更権が問題になる時きやっぱりいろんな契約が <laughs> まあ,ありえてさでそういう時にそのねやっぱり利益考慮じゃないですか変更権できるかってまあ結局新規則で利益考慮なんですよその当事者間のねその利益不利益考えてのまあ話なんだけどそれをやっぱ確実的に明文化するのが難しくてねおそらくそれであのまだ今回明文化されなかったんだと思いますね。そ、ま、そ、あ、そののううううちちち議論が積み重ななななっっててね、まあ、そのうち50年100年とまあ私たた生きいいいかもしれないですけどあの <laughs> まあそういう時代になったら もしかしたらね <laughs> ルール化されてるかもしれませんけど現時点であのルール化されてないって話なんですよね世の中大体法律の世界ってこんな感じですからまず先にこう学者の先生とかあの判例がまず条文のないところをこうね理論構成してでそれがだん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 こういろんな形で理論が明確になってくると今度立法されるっていうまあ感じでね刑法なんかだとさあのただ因果関係のところって明文化されないですよねあの危険の現実化なのかあの相当因果関係なのかって因果関係の判断のしか条文化してくれないじゃないですかあれってやっぱねまだ 理論構成が明確にできないやっぱりいろいろ利益考慮しながら考えてるから刑法の世界もね刑法にも結論の妥当性っていうのがあるんですよ、まあ、そういう感じでおそらくね明確にできないのねあとはあの例えばですけど判例なんか読んでるとさあの刑法なんかだとあの間接制判の分野ねあそこもあの間接制判の実行行為性なかなか明文化してくんないんですよね、えー、まあそういう感じのところがまだまだあってねで変更権、まあ、民法の話に戻りますけど <laughs>、まあ、この変更権のところもそういった一つのところなんだというふうに思われます。 っていう風に考えていくと、法律の勉強楽しくなりますよね。だ丸暗記ではないんですよね。常にあの結論の妥当性っていうのが先にあってで、それをどう理論構成するかっていうのがまあ法律家の仕事でもあり、受験生の仕事でもあるということになりますね。で、既存の理論、構成はちゃんとあの受験生としてはちゃんとね。理解して覚えとかなければ <laughs> まあいけないって話で <laughs> まあそこを頑張ってほしいなということですね。さて、じゃ今度ね。あの16ページ、今度テーマに次のテーマに行きます。債務履行。 で、まあ債務融合非常に範囲が広いんでね。まあ、今日はたった2時間の講義の中でね。あの複数のテーマを扱うとしてますんで、履行地帯と利行不能の、ちょっと基本的なお話をしていこうと思います。で、まずね。矢印のところかっこ1の矢印のところですが。 415条1項はです、ねえー、債務者がその債務の本質に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときは債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができるとただし、ねえー、その債務の不履行が契約その他債務の発生源及び取引所の社会常に照らして債務者の責めに喫することができない自由によるものであるときは、ねまあ、この限りでないですよということで、まあ、415条1項が、ねえー、定められています、全体的に、ねまあ、本文と正し書きで構成されているんですよね。でこれをち、ね、ちちょっとあの今日ははごちゃごちゃゃしした話は抜きにして 大雑把な話をすると16ページの一番下の黒丸ついているところを見てください、まあ、415条の1項はね本文と正し書きにあの分解して理解をしておくといいと思いますねで本文の方でそで債務不履行に基づく損害賠償請求権が認められるための積極要件が書かれていますでそれは ①、② ③ にあのこうね整理することができまして ① まず債務不履行の事実ですねで具体的に論文試験でこの1の要件を検討するときはね債務の発生原因とこの括空書きの中にあの書いてあるね債務の発生原因と,あと債務不履行の 具体的な対応それをあの考えていくことになりますね、まあ、そもそも債務が発生してなかったら債務利効ってありえないんで <laughs> まずあの債務が発生したかどうかっていうね、えー、まあ売買契約が成立したとかさ、まあ、賃貸借契約が成立したとかそういう形で債務の発生原因を 確定いたしましてで、その上でその債務履行のね。具体的な対応まあ、履行遅滞なのか、履行不なのかまいろいろありますよね。債務履行にもねまあ、そこをまあ確定するという作業が必要になってきますね。あと、債務履行に基づく損害賠償請求する。以上、あの損害が発生しないとしてないといけませんので、ま丸、あ、2のところでまあ、損害をね。ちゃんと認定しないといけないとまあ、正確に言うと損害の発生とその数学でね。損害の発生を。 がまずあってでその発生した損害をこの金銭的に評価するといくらになるのかっていうねその数学の問題もあるんですけどここでは簡単にとりあえず損害というふうに抑えておきましょうそして、3のところですが、まあ、債務履行と損害発生との間の因果関係ですね因果関係はこれ条文上要求されておりますそれはまた1個目のブロックの一段落目に戻りますけど 415条の1項もう一回読んでいきましょう。415条1項は債務者がその債務の本質に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときは債権者はでこ,こ,ですこれによってってなってますよね、ここを因果関係示してます。ます、あ。これによって生じた損害ね損害の要件もまあ出てるんですけどね、まあ、そんな感じであの条文からちゃんと全部、この丸一から丸三までの要件、全部抽出できますのでね、まあ、理解をしていけばあとは6歩引いてね本番の試験書くという感じになります。まあ、担当試験のときはあの6本引けなないから覚えておかなきゃダメですけどねねもちろん、ね、さ 1条1項正し書きの面積自由なんですけど、あの本文の方が、これ、積極要件なんですよ、損害賠償請求のね、でこれ認められるときでも、債務者の方でこの面積自由をまあ立証するとね、えー、まああの責任を負わなくていいと、面積されるっていう、そういう構造になってますね。えー、ということで、その面積要件ね、正し書きの面積要件としては、債務不履行が債務者の規制自由によらないことというね、まあ、そういう構造になってます。 で主な要件、ちょっと大事な要件ちょっと触れていきましょう17ページのところでまず、ね、あの債務不履行の事実って丸 1, の1個目の、まあ、要件なんですけどここのちょっと大事なところを触れていきますね。でこういうの論点じゃないんだけどちゃんと頭の中に叩き込んでおかないと、まあ、事例処理できないんですよね結局論文の事例も処理できないし担当の事例も処理できないわけなんです。で矢印のところですね えー、債務不履行の事実の有無はですね債務の内容ごとに債務不履行の対応を考慮して、まあ、決する、まあ、必要がありますね。でまあ、主な、ね、債務不履行の対応は、まあ、こんな感じでまず例えば、履行地帯とか履行、まあ、不能とか。 あとはまあこの2つだけだとちょっと硬すぎちゃうんですよ、いろんな事例が世の中ありますんで、これだけだとちょっと理論構成しきれないんでね、えー、他のちょっの債務履行っていうのを理論構成していかないといけないんですけど、それが、この括弧へ、えー、給付の、まあ、不完全、これは要はあの契約に基づき引き渡した目的物や、あとまあ権利のね売買なんかもありますけど、まあ、権利の、ねえー、が目的になっているときなんか、その移転した権利がいずれにしろ、その契約の内容に合ってないよという場合ですね、まあ、引き渡した物、あるいはその移転した権利の内容が契約に合ってないという対応です。 で、これはね利口地帯でもないし、履行不能でもないんですよね。<laughs> うまくこう利口地帯と履行不能の中にこう入れられないものね。まあ、それを括弧 a っていう形でまあ、理論構成してるということになりますね。ね利口地帯と履行不能だけで処理しようとすると、世の中妥当な処理ができないんでね。まあ、妥当な理論構成考えとかないといけないんですけど、そのうちの一つがこの括弧 a なんですよね。そしてかっこ。 まあ他にもいろいろね、審議則上の義務違反、括弧 A だけでも結局、世の中いろんなあの事象があって、そこ対応しきれないんで、最後はもう審議則に頼るしかないんですよ。審議則上の義務違反で、例えばその契約本体の債務に付随する債務のまあ違反があるようなときね、正直、付随義務違反だって形であの債務履行構成されることもありますし、あとはその契約の内容によっては、契約当事者の例えば、生命、身体、財産なんかをまあ保護しないといけない義務がね、審議則上、発生するんだみたいな、妥当な結論を図るため そういうい理論構成しないといけない事案が出てくるんですけど、まあ、そういう時の,その保,護保護義務違反ですね、まあ、そういったものもここでいうその債務履行の1個目のね要件丸一のまあ債務履行の事実のところで評価されると、まあ、いうことになってきます。 そして履行地帯のところ行きましょう、あのところですね、履行地帯矢印のところです、あのところで履行地帯矢印で、履行地帯とは債務者が履行期に債務を履行しないことを言います、債務者は履行期日に当日中に債務を履行すれば良いのでね、履行地帯の債務不履行が認められるためには、これ、到来と経過をちゃんと明確に使い分けないといけないんですけど、履行期が到来しているだけでは足りずね、その経過が必要になってきます、これはすごく大事です、とても大事なところね、経過です、履行期の経過ということになりますね。 というわけで、履行期が経過したにもかかわらず、債務者が履行しないとえ、履行地帯っていうね。その債務移行の対応としてはえ、履行地帯という債務履行が成立するんですよ。ということになってきます。そして。 えー、この最後のブロックに飛んでいってください、履行地帯の実態法上の要件ですね、えー、履行地帯の債務履行責任が認められるためには、415条1項本文の債務不履行に基づく損害賠償請求権の成立要件の1つであります、まあ、さっきご紹介したあの要件まる1年、ね、債務不履行の事実の中身として、まあ、履行地帯が認められることが必要ですとで、その実態法上の要件はこの下、要件まず1で、ま,あ、まず債務の発生原因ですね、まあ、売買契約とかあの賃貸借とか、いろいろありますけど、まあ、その債務の発生原因でどういう債務がね、まずそこで発生したのか、まあ、特に理工地帯の場面だと、 履行期がどうなっていたのかっていうところねそこをしっかりと確定契約を解釈してまあ、確定する人が出てきますよね、えー、まあ、そこで債務の発生原因そして要件2で、えー、債務履行の事実の内容として履行期の経過プラス 債務者がまあ履行、またはね、弁済の提供をまあしないことってことで,で、今、弁済の提供って言葉が出てきましたけど、これ、後でまた別のテーマで、の別の項目のところでまた今日お話し,します。今日はね、テーマがね、いろんなところのこう大事な話をつなげられるかって話なんで、そういうところをちょっとね、つなげてほしいってほしいんですよね。なんで、この後でまた、弁済の提供って話しますので、そことつなげられたら、だいぶ力がね、上がった証拠なのかなっていうふうに思いますね。 利効の提供、まあ、弁済の提供の効果で後でやりますけど、あの地地責責任任をを免れるるいう効果があるんですよ履行地帯責任を、まあ、本当に簡単に言えば、利効地帯責任を免れるという効果がありますなので裏を返せばね、ね債務者が利効または利効の提供をしないことが利効、まあ、地帯の実態法上の要件の一つとなるというふうに理解されているんですね。というわけで、利効地帯の要件はまとめると上の要件、1と2になってい、ねえー、くということになりますね。 ま、これ後であの弁済の提供のところで、またあの確認してね。でつなげられるようにしてくれればいいと思います。さてで今度次ですね。18ページ履行期の経過っていう話なんですけど。もえ履行期の経過。 1>, でえー、1個目のブロックのところで、ねえー、読んでいきましょう、えー、履行地帯を基礎付ける履行期の経過があったかは、まあ、債務の性質を考慮してまあ判断されましてで典型的な債務に関してはもう最初から立法者の方が、ね、まあがこれが妥当な結論なんだというふうにもう価値判断をちゃんと理論構成してくれて,て、ね、まて、あ、それが412条の一項ないし三項、ないしというのは法律用語で何々から何々までというまあ意味なんで一、まあ、項、二項、三項ということになってきますね。えー、で あなちなみに内詞はねちょっと私の授業何回も聞いてる人はくどくてすいませんけど内詞って一般的な日常用語で使うときは、まあ、その文脈で使ってくれればいいですだけど法律用語として使うときは漢字で言うとね条文に古いあの条文なんかおよび至るって書いてあるんですよ。でそれ内詞って読んで何々から何々まででその最初と最後をその中身全部入ってるんですよねでその理解ができないと条文を読み間違えちゃうのね <laughs> 意味をね例えば刑事訴訟法の伝文証拠の,の320条の1項なんかはあの内詞っていう条文使ってますしあと 私のほあで予備試験の対策でね担当対策シリーズであのやってますけどあの手形法の方ってやっぱあの相変わらず古いあの条文漢字使ってるんで,ですけど内視っていっぱいいろんなところに出てくるんですよなんでその意味理解してないと条文の意味を誤読してしまいますので、まあ、そういう意味でね条文読む時はその内視ってのは何か,何から何まで,までっていう形でやってくださいで日常用語はもう皆さんの自分の気分でやってくれればいいからねそこはあのうまく臨機応変にね頭固くしちゃだめだから法律家っていうのはね世の中の流れに合わせていかないと、まあ、あのいけない職業でありますのでね頭固くしたら絶対だめですよ法律家を目指す人はね さてじゃあそんな感じで臨機応変にやっていきましょうじゃあカッ1のとこですね理工機の結果のところの、まあ、2段落目の括弧1のとこですが、えー これね412条の1項なんですけど債務の履行について確定期限があるときは例えば令和4年の1月じゃあ30日にじゃあ弁済しますみたいな感じでね確定期限があるときは債務者はその期限が到来したときから履行地帯責任を負って412条1項にあるんですよただここ気をつけなくちゃいけなくて条文の文言上はね到来期限の到来ってあるんだけどさっき言った通りその期限の最終日までに履行すれば地帯責任を負う言われはないからだから実際に履行地帯になるのはその経過なんですよね。 解釈を前提に判例も実務も動いてるんですよ。だからここはちょっと条文の文言そのまま使えないから気をつけて,いてくださいね。 期限の最終日にだってしたらから、到来じゃだめで、でも条文は到来ってなってるから、そこを解釈で経過っていう形でやっていきます。ちなみに、司法収集の時にまに、あ、2回試験あ,のありますけど、司法試験だとまたねまた,また試験があって大変なんですけど、そこは当然、例えば、履行地帯に基づく損害賠償請求とかの話が出てきたときに、履、ま、行、あ、地帯の前提として、じゃあ、確定期限の事例だったら、当然、そのね、えー、この経過っていうところを認定しないと、まあ、いけないわけで、まあ、そこ間違っちゃったら、まあ、まず2回試験受かんないですよね。 その後先進めなくなっちゃいますんでまあこういうところは常識にしておいてほしいということになりますそして今度2のところ行きましょう2えー債務の履行について不確定期限があるときはね、えー 債務者はその期限が到来した後にね、まあ、履行の請求を受けたとき、またはその期限の到来したことを知ったときのいずれか早いときに、地帯の責任を負うとで、この到来もね、あのこの下のメモのところなんだけど、あの民法140条で、所持不参入の原則っていうのがまあ,ありますので、だから結局、この全部ね、あのその翌日になっちゃうんですよね、ここのところ、期限を到来したことを知ったときとか、あるいは、いずれかあその、ね、期限が到来した後に、その履行の請求を受けたときとか、あるいは期限のり 到来をしたことを知った時のその翌日から地帯になります。ここのところね、所実不参入の原則があるから知った日をあのその離婚技術のあのところの中に入れられないんですよ。というわけでここもだから条文通りにいかないんですよね。二項もね、ちなみに三項も条文通りにいかないんです。カッコ三、えー、債務の履行について期限の定めがなかったとき、いわよく期限の定めのない債務って言うじゃないですか。それです。まあ期限の定めのない債務はこれ条文上あの履行の請求を受けたときってなってるんですよ。四百十二条三項ね。だけどその下のメモの百四十条でまあ所実不参入の 原則がありますんで結局その履行の請求を受けた時から直ちに遅帯になるわけじゃなくてその翌日からね、まあ、もちろんあの午前0時にあのその請求を受けたとの話は別ですけどでもまあ実際そんなことない,ないですよね午前0時ピンポイントでさ1秒をたがわず <laughs> あのなんか請求するとかってなかなかないからねだから通常1秒でも遅れたらもう初日不参入の原則になっちゃうんでその翌日から遅帯になってくるということになってきますね。 というわけで、これが利工地帯の,あの話でありました、そして今度、ですね利工地帯の法的効果をししていきましょう、えー、見ていきましょう、19ページですね、利工地帯の法的効果って話になります。で えー、19ページの1個目のブロ履行利地帯の法的効果の概要ですが、えー、履行地帯があった場合、履行地帯につき債務者に帰跡自由がある事例、まあ、415条1項正し書きの面積自由が認められない事例では、債、ま、権、あ、者は債務者に対し、履行地帯の債務履行に基づく損害賠償請求権を根拠に、まあ、履行が遅れたことで生じたまあ損害賠償、まあ、こういうの遅延賠償っていいますけどね、履行期に遅れたことでなんか発生した損害のこと、まあ、遅延賠償って言うんですけど、まあ、遅延賠償を求めることができます。で 413条の2の第1項ね、まあ、これ、再建法改正で明文化したものですけど、えー、それはですね、えー、債務者がその債務について、えー、地帯の責任を負っている間に、当事者双方の責任に喫することができない自由によってね、債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責任に喫すべき自由によるものと見なすという、そういう規定があります。まあ、ゆえに、えー、履行地帯中に履行不能となった場合、債務者は不可抗力であっても、まあ、責任免れられないという話になっていくんですよね。<laughs> というわけでね、ここもうあの論点というわけじゃないんだけど、まあ、知らないと事例 こここが処理でできないんですよここのところね全然違う処理の仕方になっちゃうからこういう大事な情報はちゃんと押さえていってほしいということになりますそしてこの次の段落ですねこれ4型の段落なんですけど利口地帯の債務利口がある時に債権者は契約を解除しないでも利口に代わる店舗賠償を請求できるかにつきましては、えーまあ、これ従来議論があったんですけどね今明文化されまして415条2項柱書きが 全項の規定による損害賠償を請求することができる場合において債権者は次に掲げるときは債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができるということで店舗賠償をするための要件が明文化されちゃったんでここ今後適当にできなくなっちゃったんですよね。えー、でそれで同行2号がね、えーまあ、次 え同行2号がえ債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した時ときと規定していることからこの要件を充足するときはねまあ契約解除しないでもまあ店舗賠償が求められるということになりますね、まあ、逆に言うとこの要件充足しないんだったらまあ店舗賠償したければやっぱり面倒くさいんだけど一回契約解除してからまあ店舗賠償をしないといけないという話になってきます。 というわけでねあのここのところはまあ4型ちょっとちょっとね債券の全体が分かんない人は少し細かく感じるところだと思うんでここ4型にちょっとランク下げてありますんでねまずは丸をしっかりやって余裕が出てきたらしが型レベルのところもやってってくださいね最終的にはやっぱし型レベルのところまでちゃんと押さえておかないと安定して合格する <laughs> あの学力になんないんですよね。 さてで今度、ね、金銭債務の特則がありまして例えば、ね、特徴的なのは、ね、かっこ3のとこ,です、ねまあ、これ令和3年の、ねまあ、皆さん受けたてほやほやの担当試験でこれ出てるんですけどこれ司法試験の担当番号の、えー、令和3年の15問ですけど、まあ第一項の損害賠償については債務者は不可抗力を持って抗弁とすることはできないって話なんですけどこれ要は金銭債務の特則なんですよ。よ 金銭債務って基本的にあの履行不能っていうあの概念がなくてそれは一見債務者の言い分としては、まあ、履行不能かもしれないけどこれ単に今払えないだけでしょってことになっちゃって、まあ、それで要は履行地帯扱い常にあのされちゃうんですよねなんでなんか今あの払えないのを、まあ、不可抗力で履行不能だっていう言い訳ができず結局履行地帯という評価されちゃうんで、まあ、そういった金銭債務の場合はあの不可抗力持ってあの結局神戸にならないっていう話なんですよね、まあ、とにかく金銭債務って重いですよねもう金銭債務を負った以上基本的に払わなければいけないわけなんで まあ、そういうところがこう、あの価値判断がそれがあってね、それが明文化されてます。ここのところね。これもともとあの債権法改正前からありましたから、もうずいぶん前からね、これありました。さて、で、今度二十ページで履行不能ですね。履行不能。 でまあ、矢印のところです、履行不能、えー、矢印のところですが、利、ま、己、あ、不能とは債務の履行が契約その他債務の発生源及び取引所の社会通念に照らしてまあ不能であることをまあ言いますねで、ここちょっと大雑把に言うと、ね、不能は3つのものに主にまあ分類できます。まあ、もちろんあの価値判断 考えての整理に過ぎないんで、まあ、これ以外のものもまあ,あり得るとは思うんだけどね一応典型的な整理の仕方としてはあの3つのものにあの分けることができましてかっこいいで、まあ、法律的不能とかあとかっこいいで、まあ、社会的な不能とかね、まあ、こういったものがありますとただもうそろそろ分かってきたと思うんだけど頭固くしちゃダメですからねこんなのただ単に誰かが整理しただけの話で世の中の全ての事象に対応できるあの整理の仕方とはとても思えないんで、まあ、今後論文試験では,のはっきりねあのここにあう,あうまく当たんだか当たん,当たんないんだかよく分かんないやつも出る可能性がある だけどそこであ、これやっぱ不能だなって思ったら、それは履行不能なんですよ、ね、そういう感じで頭柔らかくしておいてくださいね。で、利効不能って判断された場合の法的効果がすごく大事でして、それが21ページのところになります、論文試験の時にねもし皆さん事例見て、あこれ、履行不能だって思ったら、ここの法的効果を、えー、元にして、踏まえてね、事例処理しないと、まあ、合格できないわけですよ。でそこで 2 1一ページの一番上のところですが212条の2第1項は債務の履行が契約その他債務の発生原および取引所の社会常連に照らして不能だから不能の要件ってこれだからさ今書いてあったところだからやっぱ物理的不能法律的不能社会的不能なんてさこんなの一つの整理の仕方たに、まあ、過ぎなくて絶対的なものじゃないんですよねやっぱ不能かどうかってまさにこの412条の2の第1項の、ねえー、債務の履行が契約その他債務の発生原および取引所の社会常連に照らして不能であるかどうかっていうこういう枠組みで判断されるわけだからねだから頭固くしちゃいけないってよくわかるでしょこういうふうに見てるとね で ま、その不能である時は債権者はその債務の履行を請求することができないと規定していますので、まずね。債務があの履行不能になった時は一つの効果として債権者や債務者に債務の履行の請求ができなくなりますね。これがまず一つ大きな効果になります。で、なお種類債権が特定した時の特定後の履行不能についてはまあ、債務者はあのさっきやりましたけど、あの審議則上変更権がねまあ、認められる時もやっとまさ利益効率上債権者に不利益になっちゃったらダメなんですけど、まああの一応こういうね。審議則上変更権っていうのもありますよと。とで、これちょっと細かいから。まあ、あの変更権は、ね？ 引かないでおきましたここのところはねでこの他にも次の段落で 改正法四百十二条の二のね第二項の下では。まあ従来の原始的不能と公発的の要はあの契約締結時から不能なのか。契約締結後の不能なの中で法的効果があのこう違う効果が導かれてたんですけど。まあ法改正後はあの同じ効果だってことでね。えー、次の丸一から丸四になりますね。でまず丸一でまあ債務不履行に基づく損害賠償請求権ですね。これ債務者にまあ結論としては、奇跡自由がある事例になります。なんでかって言ったら、これさっきさ、正し書きで免責自由がありましたから。まあ結局全体的にね、ちょっと主張立証責任の話はあの今。 細かいから置いとくとして事案全体見たときに結局奇跡自由があのまあ、ないと免責されちゃうから、結論として債務不履行で処理できないじゃないですか。だからそういうの踏まえた。この整理の仕方になります。で、ちょすごく大雑把に理整理してますんでね。ここのところね。細かい話はちゃんとさっきのところで債務不履行のところで押さえておかないといけない話です。じっというけど、ね、丸1年債務権ものすごくま損害賠償請求権で格好債務者に奇跡自由がある事例ですね。で、その時に。 債務の履行に代わる損害賠償たる店舗賠償がねまあ、請求できますと、履行不能の時にこの店舗賠償が請求できると。さっきあの新しいね。進歩が明文化してます。よって話しましたよね。それからあの契約解除ができます。契約解除は後でまたこれ別の項目でテーマとして整理してるんで、また後でやっていきましょう。それからえー50003でね。536条1項たと丸4の536条2項はさっきあの危険負担のとこ話する時に出てきた条文なんですけど。まあ履行不能になっちゃった時にほら場合分け。 すするじゃないですか、ねえー、そもそも債務者に奇跡性があったら債務履行なんであの危険負担の問題にならないんですけど危険負担になるときにはい皆さん思い出してください1と五百536条の1項と二2どういうときに使い分けるんでしたっていうと両当事者の責任に着すべき自由によらない時ですよね不能がねその時は536条1条一項で反対債務の履行供述がまあできないんですよという話ですよねあ履行供述がまあできるんだって話ね公平でね。で今度その不能が債権者の奇跡自由つまり飼い主のその奇跡自由にまあよるときはこれはまあ結局ねか 買い主が悪いんだから それはまあ物引き渡しを受けられなくてもまあお金払わなければいけないだろうという話になってくるからだからそういう点でまあ反対債務つまり代金支払い債務を拒絶できないという話でそれが536条2項でまあ明文化されていたわけですよね。というわけでこれまだあのさっきお話した話をただまとめてある,ある感じになりますね。というわけでねまあいろんなところでこう勉強することをこうやって整理徐々に,徐々にこう整理してねで最終的にその事例があの処理できるようになりますのでこれ慣れないうちすごく大変なのだから皆さんに問題です。ここここれれをちゃんととと体系的にに頭の中今今までね今日ここまでで日やっったたろ入よう思ら 何回ぐらいこれ読まないといけませんかね まあ当然今1回聞いただけでできるわけないからあの当然この後の復習が大事になってくるんですけど、ね、何回ぐらい必要なるかでそれを想像しながら勉強計画を立てて、ね、手遅れにならないうちに早くやっといたほうがいいわけですよね。これ何回かって人によって違うから私は言えませんよあの別に1回だ2回だって人によって違うからね多い人だと下手すればだって10回20回になっちゃう人もいるかもしれませんよあのものすごくなんかこういうのが得意な人だとさ、まあ、2回3回でいけるかもしれないけどね、まあ、得意じゃない人はさ本当20回30回とか必要になっちゃう人もいるから,からまあ自分の能力に応じて学習計画立てていかなければいけないって話ですよね。 さてでは今度、ですね次です、えー、また後でね、危険負担とか契約解除の話が出てきますで、とにかく今日はね、債権法をつなげてほしいんですよね、で、弁済の提供の話をしていきましょう、22ページ、テーマん弁済の提供と債権者の受領,受領地帯です、さっき、ちらっと弁済の提供という話が出てきたんで、これであの少しね、話がつながりが出てくるところがあの分かってくると思いますね。では、えー、縦1で弁済の提供で、括弧1の矢印のところです。 えー、債務者が債務を履行しようとしたのにです、ねまあ、債権者の都合で債務の履行を完了できない場合、ねえーまあ、債務者が履行地帯責任などの債務履行責任を負うのをこれ妥当ではないということで、ねまあ、債権者のせいで債務履行できないわけですからそういう時に債務履行責任債務者に合わせたらかわいそうです、そこで、えー、債務者は弁済そのものを完了していなくても、ね、で妥当な価値判断を、ね、あのちゃんと492条が理論構成してくれているんで助かりますね、これ、ないと受験生が自分で答案で、ね、論証しないといけないんだけど、ね、しないです。 やっててくれてるから妥当な理論構成をね、えー、そこで492条は債務者は弁済の提供の時から債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れるという、まあ、そういう規定がありますね。でこれは要はね弁済の提供により債務者が債務履行責任から免れることが認めたねそういうあの規定だっていうふうにあの言われてますね。で、えー、この点ちょっと弁済の提供の話をもう少し掘り下げていきます。23ページに飛んででいってくださいまず括弧2で弁のの提供の要件 なんですけどもまあ、矢印のところですね、えー、弁済の提供の方法まあ、要件につきましてはま493条はですね、えー、弁済の提供は債務の本質に従って現実にしなければならないただし債権、えー、者があらかじめその受領を拒みまたはえ債務の履行について債権者の行為を要するときはね弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば足りるんだという風うになってますで、この条文の意味は2段落目のとこなんですけどまずねあの今本文と正字書きを読んだんですけど本文に関しては弁済の提供は2段落目の 1>, 1行目のところで、えー、弁済の提供は債務の本心に従って厳密に提供することが原則だというねそういう意味だとうう理解されているんですねそして正しし書きのところの理解としては例外的にって書いてあるところで丸1債権者があらかじめ事領を拒みまたは丸2、えー、取り立て債務など、ね、債務の履行に債権者の行為を要する時は、まあ、口頭の提供ですね。ねこれはの準備と通知あの特定 取り立て債務の特定の時は分離準備通知でしたけど、まあ、ここでの,その弁済の提供の効果を要は発生させるに値するものはね、まあ、分離までいらなくて、まあ、準備と通知で足りるって話なんですよね皆さんこれ,どう思いますこれでいいですかだめ、まあ、って言ってもこの通りやってくれないと困っちゃうんだけどあの <laughs> どうですかね、まあ、先ほどの特定の効果よりはこっちの方がその効果を比べるといいですよね。特定の効果っていうのは、まあ、無限の調達義務から免れるとかさ所有権移転のその範囲決まるとかね全額順位をう範囲が決まるだっていうところを からまあ見てったんですけど特にやっぱその弔有権移転の効果って分離がないとなかなかそこを確定できないと思うんでね、まあ、どうしても分離っていうのは必要になってくると思うんですけどここはもうその弁済の提供の効果でさ債務者が弁済提供してるにもかかわらずまあ現にこれが問題になるときって大体債権者が受領してくれないからまあ問題になるわけでさでそういう時に地帯責任から丸がらに値する、ね、行為がじゃあどこまでのことなのかっつって分離まで要求するったらかわいそうじゃないですか <laughs> 債務者としてはね。債権者が受領 一つ通知だけすればいい、まあ、いいんじゃないかなかという取り立て債務の場合でもね、まあ、準備だけ通知すればもう地帯責任から免れさせちゃってもいいんじゃないかな別に所有権移転の効果とかさその、ね、全管中有無のところの範囲を決めてるわけじゃないんだから、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思うんであれば、まあ、この通りでいいんですよ。だ、ま、め、あ、だって言ってもこの通りやった方がいいと思うんですけどねここのところはあまり争いがないから、まあ、そういう感じで。その 結論の妥当性というのを考えてね、まあ、理論構成がいろいろされてるって話なんですよね。でそういう価値判断が分かってたら例えばこの3つ目のブロックに飛んでいきますけどこういうのねちゃんと納得できるようになると思うんですよ単なる丸暗記の知識じゃなくてあそうだろうなって多分思うようになると思うんですよね。この名を書きのとこのののききとなんですけど、まあ、確定期限のある取り立てて債務につきましては ねえーまあ、要は債権者が債務者のところにさ物を引き取りに行く債務ですよでしかもあの時期が決まってるわけ例えば令和4年のじゃ3月1日にじゃ取りに行きますねみたいなね感じで決まってるような時につきましては、まあ、履行期に債権者が債務者のところに履行を受け取りに来ることがもう予定されているため、ね、もう契約上予定されているわけなんでなんで上の条文の規定にもかかわらず債務者はその期限までに弁済の準備をしてであとはもう債権者が受領しに来るのを待ってれば、まあ、それでもう事責任を免れに値することをやってる だって話でね。まあ、それで通知不要っていうその理論構成ができると思うんですよ。妥当な結論を導くためにね。これで通知までいるってなっちゃうと。ちょっと。これは利益効率上債権者保護しすぎちゃうんでね。えー、まあこういった形で取り立て、債務で確定期限があるときはもう準備して待ってればいいんだというふうに考えていくわけね。ここもあの例挙げたらきりがないんですけど。まあもしかしたら皆さんが受ける論文試験でさ、このテキストに載ってないような。なんか事例が出てきてさで、そういう時に、じゃあ弁済の提供があったのかどうかって、これ判断させる問題出る可能性ありますよね。最近の司法試験の質ってそんな感じですよね。だけど、そこはちゃんと価値判断が。 こうやってね固まってればまあどんな事例でもまあ理論構成できるからまあそういう感じでねあの頭使ってまあ考えてほしいというところになりますね。もうダメですとにかくね、丸暗記は絶対だめ。でもあの前提として覚えなきゃいけないところを覚えてないとあのなんかやっぱ基礎になることを前提とした思考だからまあ最低限ね、丸ついてるところとかはちゃんと押さえててほしいんですけどね、それができた後の話ね、あそこ誤解しちゃだめね、頭使い、頭使いとよく私言うんだけど、前提として覚えなければいけないことはもう覚えてることは前提ですからね。そこは相当頑張んないと あのいけないから頑張ってほしいなと思いますね。さてでこの後ね。ちょっと次のページに行きますえー。24ページで弁済の提供の効果ですね。で、これでだんだん債権法の話がねこう繋がってきますよ。弁済の提供の効果で。 矢印のところですけれども、弁済の提供の効果につきまして、492条はですね、債務者は弁済の提供のときから債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れるというふうにあの規定してますね、2段落目のところですが、1個目のブロック、2段落目で、弁済の提供の効果として、債務者は弁済の提供のときから債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れることになる結果ね、要は債務履行責任の面積ですね、その結果、例えば、債務者は履行地帯の債務履行を理由とするまあ損害賠償 契約解除やりますけど、まあ、それもまあされもさななくなると要は、利行地帯がなくなっちゃうんで利、ね、行地帯がその損害賠償や契約解除の,あの要件になってくるんですけどその要件を欠いてしまうということにもなってきますね、この弁済の提供の結果、ね、その効果が出てきた結果その要件を欠いて損害賠償や契約解除ができないと利行地帯を理由に、ね、債務利行解除、損害賠償できないということになってきますね。こういう感じ話をつなげていきます でその効果をちょっと下にまとめておきますますずね、債務不履行責任の面積というのは、これ、492条の明文から出てきますね、そして、まにはあの解釈上なんですけど、えー、弁済の、えー、法改正前はですね、弁済の提供や事業自体の効果として、あ事業自体、次のページでやりますけど、事業自体の効果として、まあ、公平の観点から債権者の同時履行の公弁権を奪うという効果がまあ認められてきました、これほ、せっかく2020年4月1日施行のさ、債、ま、権、あ、法ね、改正する際に、明文化すればよかったんだけど、そこはあえて明文化しなかったんですよね。ここはねやっぱ今 今後も解釈にに委ねねてていいくという,ふうに考えてます立法者の方が、ね、なんで、ここは解釈にまあ委ねられた結果、これ、同時離婚の公弁権を奪う効果を認めてもいいんじゃないかなという感じでね、弁済の提供したのにさ、相手がまだ同時離婚の公弁権があるっておかしいからね、自分には同時離婚の公弁権があるから、あなたの請求に応じなくてもいいんだっておかしいじゃないですか、弁済の提供してるんだからね。だからそれ考えると、やっぱその価値判断的なことを考えた時の最終的な妥当な理論構成ってね、やっぱりその弁済の提供の効果として、相手方の同時離婚の抗弁権を奪うという理論構成をした方がいいんですよ、個々のところもね。 そう考えられてます。ここのところね、私が勝手に喋ってるんじゃなくて、あの一般的な話をね、あのちょっと熱心に喋ってるだけです。さて、でこの後と受領地帯ね、まあ、弁才の提供と受領地帯ってすごく似てるんでね、これ一緒に勉強した方がいいんですね。で、25ページのカッコ1の矢印のとこですけども。 受領地帯とは債務の履行につき受領その他債権者の協力を必要とするときにですね、えー、債務者が債務の本心に従った弁済の提供をね、えー、お下にもかかわらず、えー、債権者が債務の履行の受領拒絶しまたは受領ができないときね要は受領拒絶または受領不能のときにですね受領地帯によって生ずるまあ、不利益や負担を債権者が引き受けなければならないねまあ、そういった制度になってますで二段落目のところは1行目のところだけあの受領地帯の要件効果に関してはね従来まあいろいろ解釈論法改正前あったんですけど 債権法改正されてかなりね。その要件、特にあの効果のところ、いろいろ争いがていうか、解釈があったところが明文化されている状況になってますね。で、それは次のページにまとめてありますんで、次のページに行きます。26ページですね。まあ、要件と効果を整理していきます。26ページのまずね。自動車の要件ですね。まずね。えー 地要件として法定責任説という,ふうに言われている、まあ、従来からの判例通説なんですけれども、えー、まず1債務の本質に従ったまず弁済の提供があって、まあ、債務者の方が、ね、債務の本質に従った弁済の提供をします。それにもかかわらず ② で 債権者が受領拒絶とか受領、まあ、不能しちゃうとこれはやっぱ債務者を保護しないといけない反面債権者に不利益を負わせてもいいんだということで次のページの受、ね、領、まあ、自体の効果がいろいろ発生することになるんですよね。というわけでとりあえず要件ね、えーまあ、債務者が、まあ、債務の本心にした方弁済の提供をしたということそれにもかかわらず丸みで、えー、債権者が受領拒絶あるいは受領不能を、まあ、してしまったとき、ね、それで後でやりますけどその法的効果、まあ、妥当な、まあ、要は価値判断として、ね、どんな法効果を導かせるべきなのかというのを次のページでまとめてありますので、まあ、そこ 見ていきましょうで、えー、2個目のブロックのとこなんですけどもね26ページの2個目のブロックのとこですが事業、まあ、自体はですね弁済の提供の裏返しのものともまあ言えますので、まあ、それはそうですよね1のだって要件1が弁済の提供なんですからだから <laughs> 裏返しなんですよ債務者側の方から見たら弁済の提供同じ行為を持って債務者の方から見たら弁済の提供でそれを債権者の方から見たら事業、まあ、拒絶みたいな、ねまあ、要は表裏の関係にある,あるところがあります。ということで え2個目のブロックですが、えー、事業自体はまあ弁済の提供の裏返しのものとも言えますので、まあ、事業自体が成立するには、ね、まずは、ま1、債務者が債務の本針に従った弁済の提供をまあすることがまあ必要でありますね、まあ、したがって、まあ、特定物でも不特定物でも、まあ、契約内容に適合しない物をまあ提供しても、ね、いわゆる価値ある物をまあ提供しましても、これはあの債務の本針に従った弁済の提供とは言えませんからね、債務の本針に全然従ってないじゃないですかってなっちゃうんで、それであの丸1の要件を書くゆえに、次のページにあるね、いろいろまあ債務者のメリットになるような 効果があるんですけどそんなものは一切発生しませんよということになりますね、まあ、事例をしたら整理しませんのでねさてで えとねまあ、次のところはまあいいでしょう、重複になっちゃうからね、27ページに行きましょう、まあ、受領地帯の効果、いきます。で、えー、まずね、1個目のブロックのところなんですけど、かっこ3でね、えー、弁済の提供と受領地帯の関係をちょっとここで整理しておきます。えー、債務の履行に債権者の受領を必要とする場合において、えー、債務者は弁済の提供をすると、その効果としてね、えー、その時以降に債務履行責任を免れると、これはあのさっき言った弁済の提供の効果です、492条ねで。他方で民法は、まあ、同じ行為なんだけどその弁 弁済の提供があったのに債権者がじゅえ治、ー、療しなかった点を捉えてね。まあ、1つの事象を債務者側から捉えたら弁済の提供債権者の方から捉えたらま持病地帯なんですけど、まあその受領地帯の効果として次のような効果が発生することをまあ規定してます。これ債権法改正によってね。従来解釈論でやってたことをだいぶ明文明文化してくれたんですよね。ちなみに。 あの法改正前はこれ全部解釈でやっててさ、弁済の提供の効果とまあ受領地帯の効果じゃどうしましょうかって話にねまあなるわけですよね。で、一番本当に大ざっぱな話、ちょっと学説、対立があったんで、ああ一つの見解というわけじゃないんですけど、本当に大ざっぱに言えば、弁済の提供と受領地帯って、表裏の関係じゃないですか。だから、本当に一番単純に考えるのと、全く同じ効果をねあの発生させるのがいいわけですよ。あ他の見解もあったけどね、でもとりあえず、ここは話を単純化すると、全くまあ同じ効果をまあ発生させればまあいいって話なんだけど、 今回、ねまあ、ちょっと面倒くさいんですけど債権法改正によって要,要件効果が特に効果が整理さ,されてしまったのねだから先ほどやった通り弁済の提供の効果としては、まあ、492条によってまずあの債務履行責任を免れるとで特にそのここでいう債務履行というのは履行地帯を念頭にしているものなんですけどね弁済の提供のやっぱ特質考えたときに、ねまあ、履行地帯念頭にしているんですけど、まあ、特にまあもうちょっと具体的に言えば履行地帯責任を免れるとであとはその先ほど言った通りね明文にはないんだけど、まあ、あの解釈論結論の妥当性考えたときにね 相手方の同時以行の公弁権を奪うんだみたいな、ねまあ、そんな話が出てきたわけですよね。で、事業自体の効果に関してはこのあとこういうふうに今整理されています。27ページのところの2個目のブロックで、まあ、受領地帯の効果ですね、丸1から丸3はもう黒丸レベル、で丸4はまあ三角レベルかな、まあ、担当試験で出る,と出る感じだと思いますね、三角のやつはね。じゃあまず、1のところですが。 債務の目的が特定物の引き渡しであるときはね、まあ、種類物が特定した後の引き渡しも含みますが、えー、債務者は本来は全館注意義務をまあ、ね、特定物の引き渡しに関しては本来、引き渡しの、全館注意義務を負いますけどね、引き渡しのときまでね。ですが、利、ま、口、あの提供をしたときからその引き渡しをするまでですね、えー、まあ、要は注意義務を軽減させるのが、 公平なんだと妥当な結論なんだということで、まあ、従来注意義務の軽減がね。解釈論上導かれてたんですけど、それが今明文化されてま全、あ、館注意がね。自己の財産に対するのと、同一の注意を持って、その物を保存すれば足りるっていう形になってますね。まあ、従来の価値判断が解釈論がね。その明文化されておりますね。そして、丸2。 利効の,の費用が増加したときに、まあ、事業地帯によってないろいろ保管費用とかまあかかっちゃうじゃないですか、余分にね、まあ、そんな感じで利効の費用がまあ増加したときは、まあ、その増加額は債権者の負担にすると、まあ、これもまあ,ある意味、当たり前の価値判断なんですけどね、そして、ま3のとこですが、まあ、利効の提供があったとき以後に、当事者双方の責めに喫することができない自由によって、利効が不能になったとき、ほら、これで債務利庫と話がつながりますからね、両当事者の責めに期すことができない自由で、利効不能になったときに、どうなるかというと、その利効の は債権者、まあ、売買で言うと買い主、ですねね債権者買い主、ね、物を受け取らないといけない人、債、ま、権、あ、者、飼い主の責めに期すべき自由によるものとみなされます。でここまでは、ね、413条の2の2項に書いてるんですよ、要は事業地帯のところに書いてあるんです。でも、これさ、みなされと結構じゃ事例処理どうなるのよってなっちゃいますよね、これだけだと事例処理できないんですよ。 なんでこの先をちゃんと理解しておくのが大事で,でこれがさっき学んだ知識を使ってあの話をつなげて事例処理します、まあ、その結果さらに次の効果が生ずるということで,でこれ、先ほどの危険負担の条文なんですけど3のハイフン1で債権者は反対債務の履行を拒絶できないということになりますね。 再建者ののの方方い主引き出し最終的に受けられなくなっちゃうんだけど、まあ、それでも危険負担しないといけないんで、まあ、売り主の方からまあ代金請求された時は飼、うん、い主の方は履行拒絶ができないんだということで、まあ、さっきの話とつながるんですよね、まあ、そういう感じでそのいろんなところで学んだことが、まあ、民法の本全然違うところ書いてあるからねここで今日お話ししてるテーマはねだいぶ飛んでるところにこうそれぞれ書いてあるんだけどこうやってつなげて理解するのが大事なんですよねじゃないとと論文とか担当のの事例が処理でできませんのでね。 あともう1つ、ね、あ,のありまして、3のハイフン2ですね、債、え、権、ー、者は履行不能を理由に契約解除できないと、これ、後で契約解除の項目でもう一回出てきます、まあ、当たり前なんですけどね、あのねえー、履行不能が債権者のせいなのにさ、それで債務者が債務の履行をしないからといって,言って契約解除を債権者の方から認めたら、これ、どう考えても公平じゃないですよね、まあ、それがあの要は妥当な価値判断ね、ね理論構成して、最初から543条で解除権の制限がされてます、これ、後でまた別の項目で、ね、別のテーマでやります。 あとはまあ細かい話だけの丸4でねまあ債務者の弁済供託権が発生するとでここまでが明文民法の条文から要は処理できるところなんですけどあとは解釈論で最後のところであのまあ事業自体の効果としてまあ公平の観点から債権者の同時以降の公勉権を奪うという効果ねまあ弁済の提供の効果ともでからでも導かれるんですけどまあ事業自体の効果のところからでもまああの同じようにねまあ価値判断から考えた時にまあ当然同時以降の公勉権を奪っていいと思うからね事業自体債権者が悪いわけですからまあそういう点で解釈上両方 本によってはあのまあ事業自体と弁済の提供がそれぞれバラバラにバラバラの場所に書いてあるんですけどその中でもその同時利口の公務員権を奪うっていう効果をどっちか一方にしかあのあの書いてない本もあるんだけどまあ普通に理論考えた時に、まあ、やっぱりこの価値判断からね公平の観点からこう見た時に多分両方から認められていいはずなんですよ。そして論文の事例処理する時にあの弁済の提供と事業自体は一緒に書けないから同時にね問わに書けないから多分皆さんが問題文を見た時にあこれはどっちかと,いうとこれ債務者の方に焦点 立てて弁済の提供の問題として処理してやろうとか、あるいはこの事案。ちょっともう債権者の方に焦点を当ててま自動遅滞の問題として処理してやろう。みたいな感じで絶対判断するはずなの。なぜなら当案に字を重ねて書くことはできないから <laughs> まあ必ずこうね。あのこのどっちかの事象だってことで捉えて順番に書いておかないといけないですよね。で、そういう時にそのまあ自動遅滞構成した時と弁済の提供をこう。あの構成した時とで、まと、あ、もにあの同時以の相手方の同時以降の公明権を奪う。そういう効果がねまあ。元々価値判断的に認められるんだってことが分かっている方がまあ、柔軟に処理できますよね。事案がね。 まあ、変なことで、あの、余計なこと迷わなくていいでしょ価値判断できないだって、も結論妥当性考えたら、相手方の同時以降の抗弁権を奪っていいわけだから。そんなところさえ、これどっちの効果なんだろうって、考えることに意味がないんですよ。ね、えー、結論妥当性を導く、あの、ね、えー、理論構成をするのが法律家の仕事でさ。で、結論妥当性考えた時にも、どっちからでも、まあ、いいわけなんで、ここはね。公平の観点から、あの、同時以降、抗弁、相手方の同時以降、抗弁権を奪うっていうのは、別にどっちの効果から認,認めても、まあ、いいわけなんでね。だから、その考える時に、無駄なことを考えちゃいけないって話なんですよね。というわけです。ここのところね。 さてではね今度次ですね二十八ページえーでこれもね債権法全体に関わることなの債権法全体に関わること二十八ページで見ていきますと参考ねあの。 今、ね、413条の2の第2項ちょっとご紹介したんですけどそれとねちょっと似たような条文が売買の章にね567条の2項全体に回るんですよでここをちょっとね整理しますでそこで見ていきますね慣れてない人ちょっと難しいかもしれないけど家帰って復習したら絶対わかりますんでねでちょっと見ていきますね再建法ちょっと全体に関わるところになりますで見ていくと飼い主の受領地帯収に目的物が滅出した場合におけるね売り主の代金支払い請求権の基数につきましてでこれさっきご紹介した条文です条の2の第2項は 債権者が債務の履行を受けることを拒みまたは受けることができない場合において履行の提供があった時以後に当事者双方の責任に期することができない自由によってその債務の履行が不能となった時はまあこれ、事業自体は中の不能はねこれ債権者のせいだからね債権者のせいにしちゃうわけですよね、さっきの通り。というわけでその履行の不能は債権者の責任に期すべき事由によるものとみなすということになりますよね。 でその結果、でこれもあのさっきお話した通りです債権者の責任に期すべき事由によって債務を履行することができなくなった時ときは、債権、ねえー、者は反対給付の履行を拒むことができないと規定する536条2項全、ね、の危険負担の債権者主義の条文が適用されましてで売り主が買い主に売買契約に基づき代金支払い請求をすると、まあ、買い主は目的物を受領していないことを理由に代金支払い請求権、要は買い主から見るとまあ反対給付の履行になりますけど、まあ、それを拒めないことになりますね。まあ 飼い主が自動車してるから悪いわけだから、まあ、代金請求拒こまめるわけないんでね。まあ、そういう話になってきます。 でこのあとまたっいうところで,で、上記と似た規定としまして、これ、売買の章にあります、売買の章にね、567条2項は、明日に条文一応貼っときましたんでね、まあとで見てもらえればと思うんですけど、上記と似た規定として、567条2項は、まず第1項の売り主が買い主に目的物、かっこね、売買の目的として特定したものに限る以下、この条において、同じだから、2項にも使われることになりますけど、を引き渡した場合においてね、まあ、とにかく特定物を引き渡した場合において、その引き渡しがあった時以後に、その目的物が当事者双方の責めに することができない自由によって、滅失または損傷したときは、飼い主は代金の支払いを拒むことができないとのまあ規定を受けて、そしてえ売り主が契約の内容に適合する目的物を持って、その引き渡しのえ債務の利行を提供したにもかかわらず、飼い主がその利行を受けることを拒みまたは受けることができない場合において、その利行の提供があったとき以後に、当事者双方の責めに寄することができない自由によって、目的物を名損傷したときもね、全項と同様。で、まあ 補っておきましたか。かっこでね。要は買い主は代金の支払いをまこぼむことができないっていう風になってます。要は何を言いたいかというと、あの413条の2の第2項から事例処理した時ときと567条2項の前段を使って事例処理したときとで一見すると全く同じ処理になるんですよ。 でそうするとさ、事例、論文試験でじあの答案書くときにさ、じゃあ、どっちの法律構成取ったらいいんだって、まあ、迷うじゃないですか、これ、今回413条の2の2項の方から攻めていくのかね、まあ、それと536条2項を組み合わせで処理するのか、それとも、えー、この567条2項の前段だけ単体で使って、まあ、事例処理するのかってあの困っちゃいますよね。でそこのの整理の話になりますというわけで、再建法全体にかかることなんですけど。 でこれね今の1個目のブロックの最後の段落のところ、ねまあ、上記413の2の2項と536の2項の前段の組み合わせを、ね、する法律構成と、ね、妥当な結論を導く法律構成のセットなんですよ、これがね413の2の2項と536の2項前段の組み合わせの法律構成とそれとまた別の567条の2項との、ね、法律構成の関係どのように理解するかが問題になるところこれ、条文の文とに着目しまして567の方って要は、ね、特定物前提になってますよね。だから、まあ、種類物が特定した場合もあの 含まれるんですけどだから特定物の時はもう567の2項で一本勝負ですよこっちで。で特定物じゃない時にこちらのね413の2項と536の2項前段ねこれをまあ組み合わせて処理するんだって形でまあ理解しておくと迷わないいで済むととうことねここ迷っても結論の妥当性考えた時にさ <coughs> まあどっちの法律構成でも同じ結果になるようにはできてるんでだから無駄な時間使っちゃいけないのね試験時間中ねなんでもうここはこういうものだっていうふうにもう整理してえでこれをね元にまに事例を処理してってもらった方がいいと思いますねというわけでこんな感じのところですねともにどっちにしろ妥当な結論になるんでね同じ処理がされますんでまあそこのところは無駄に迷あの理論迷ってもしょうがないからまあここはもう567条絡みのところはもう条文上特定物前提としたことが明示されてるからねだから特定物に関しては567の方を使ってねまあそれ以外の場合は413の2の方 を使うのまあそれが、まあ、法が予定してるんだみたいなそんな感じで理解しておけば楽じゃないですか、ね、そんな感じでやっていきますさてでこの後ですが、えー、今日ねちょっと時間の都合でねこの後そうですね危険負担とまだ契約解除があるから危険負担に行きましょう、えー、32ページ危険負担ね今日はちょっと再建法全体をつなげるところを重きを置いてねあのやってますんで。 えー、特にこう全体つながるところを中心にお話ししていこうと思っていますじゃあ32ページでね危険負担、まあ今日も実は危険負担の話何回も出てきちゃってるんですけどここで改めて、ね、危険負担の話をまあしていこうと思いますねでそこで縦1の、ね、ところ32ページの縦1で、まあ、危険負担の意義で、まあ、矢印のところです総務契約において、まあ、売買契約なんかが典型的ですよね売ります買いますってことでね、まあ、物の引き渡し債務と代金支払い債務ねこれが対価関係にありますけど、まあ、総務契約において対価関係に立つ一方の債務が履行不能となった場合ね でこれはの原始的不能か後発的不能かはもう今、あの新法の下では問われません、旧法時代はちょっと、ね、あの法律構成改変えて処理してたんであのここの違い大事だったんだけど、新法化は、ね、これ、関係なくなっちゃいましたんで、まあ、いずれにしろその、ね、総務契約において対外関係に立つ一方の債務が履行不能となった場合、その債務の債権者は事故が債務者に対して負う反対債務の履行を拒絶できるのかどうかっていうのが、これがの危険負担の問題って高額上言われてるんですよ。で なおというところですが、まあ、危険負担が問題となる場面においては履行不能となった債務をまあ基準に債、ね、権、えー、者、債務者がまあ決まることになります。これ覚えてないと混乱しますよね、まずね、ここちゃんと理解しておかないとね債権、えー、者主義とか債務者主義ってあの言うからね、危険負担の場面ではね、だここは履行不能となった債務がもう基準になってきます。 売買の場合だとさどの債務を基準にするかによって債権者と債務者両方の立場を負ってるから、各当事者ね。だからここはちゃんと明確にしておかなければいけません。ど,のどっちが危険負担するのかってことを今、確定しようとしてるわけだからね、<laughs> ちゃんとそれが誰なのかってことをあの、えー、特定できるように、明確なルールを、ね、決めておかないといけないんですよ。そこで立候補の大人た債務があの基準にね債務者、債権者っていうふうにあの決まることになってのますね。でこの後ね 売買契約の事例で危険負担が問題となるときは、ね、まあ、物の名出により、利口不能となった目的物の引き渡しさえも負う、まあ、売り主が債務者となりまして、飼い主が債権者になるということね。というわけで、ここのところはもう常識的にしておいてほしいなと思いますね。 でこの例えば、ここですけど、まあ、下の図でね、まあ、図見なくても単純な事案なんであの読んでわかると思うんですけど売買の目的物が売り主から買い主に引き渡される前に売買の目的物が滅出した場合においてですね売り主から代金支払い請求された買い主が、まあ、その、ね、請求を履行拒絶で,できるかという問題これがあの危険負担の問題なんですよね。 というわけでねこの総務契約の時に典型的に問題になります、かってね対価関係にある2つの債務があるときに、ね、こういうとあに一方の債務消えたときに、ね、不能になっちゃったときに、じゃあ、他方の当事者、どういう扱いされるのかという、ね、ところですね。で、このあと、ね、34ページのところで,で、危険負担の具体的なルールですね、実際、論文試験の処理するときとか、担当試験の処理するときは、この34ページと35ページのここの知識を使って処理をすることになるんですよ、ここのところで頭全部入れとかないとだめなのね。 で理解をしていけばいいんですこんな丸暗記術しなくてね理解をしておけばいいと思いますじゃあ34ページのまず括弧1でこれ原則論なんですけども、えー、再建者の反対債務の履行屑権で見出しをつけておきましたで矢印のとこですねまあ、536条1項は 当事者双方の責めに帰することができない自由によって債務を履行することができなくなったときは債権者は反対給付の履行を拒むことができるというふうに規定しています、えー、今日何回か、ね、このお話をもうすでにしていますが改めて、ね、こんな感じで情報を紹介しましたしたがって、えー、当事者双方の責めに帰、ね、跡自由によらずに、えー、総務契約において対価関係に立つ一方の債務が履行することができなくなったとき、ね、いわゆる履行不能となったとき ですねその債務の債権者は事故が債務者に対して負う反対債務の履行ケーをねまあ、することができることになりますね。まあ、これ、危険負担の原則的なルールで、まあ、これ当事者の公平だって話なんですよね。まあ、公平実現する趣旨から、こういう理論構成をしてみたと、後からヘ屁ク屈をまつけてみたという話になってきます。で、例えばっていう段落ですが、まあ、例えば売買契約の売り主が目的物を引き渡す前にですね当事者双方の軌跡自由によらずに目的物が滅失損傷してまあ、目的物の引き渡し、債務が履行不能となったのにね。まあ、売り主が買い主に対し、売買代金の全額。 請求した場合、買い主はあの五百三十六条一項根拠にね、その請求履行拒絶できるんですよね。まあこんな感じで使います。事例処理するときね、こういう形で合算力の一項を使います。だけで引き渡し前にね、両当事者の無奇無期席で、えー、物が滅失してしまったときね、えー、その場合は大あの大金支払い請求されてもそれ履行拒絶できるんですよ。まあそれが公平だっていう話になってきますね。で例外がありまして三十五ページです。例外三つあります。 えー、かっこ2の、まあ、矢印のとこですねあの履行拒絶権が否定される場合を例外とということででつあの挙げておきました矢印で例外的に債権、えー、者が反対債務の履行を拒絶できない場合、まあ、価値判断的に、ね、もう読んだら納得って感じだと思うんだけどあこういう時は飼、ねえー、い主の方にこれちょっと履行拒絶権認めちゃおかしいよなっていう、ね、ことが、まあ、最初から理論構成してくれてるんで助かっちゃったんだけどねこれ条文化してくれてないとも全部受験生が現場で考えなきゃいけ,いけなかったところを、ね、全部明文化してくれてるんで 本当助かっっちゃててるんでですよで見ていきましょうあその前にまずメモのところねあの1個目のブロックのメモのところで例えばね飼い主が売買の目的物が名出してその引き渡しを受けられないのにね売り主からの代金支払い請求を拒絶できない場合が次の例外1と2で,で例外3はちょっと変わった事案で目的物の引き渡し後にその物が名出あった場合のま規定なんですよねでこれよりはね。 それぞれの場面で公平な結論を理論構成してるだけなんで、そこ納得できればいいと思いますよね。で、そこでね、例外まず丸いですね。これはあの引き渡し前の引き渡し前の仏の滅失の時なんですけど。 例外丸一債権者の帰跡自由による履行不能ですね、えー、債権者かっこね。買い主の責務に期すべき自由によって、えー、債務を履行することができなくなった場合は、これ当たり前なんですけど、あの債権者は反対給付の履行を崩しできないとね。当たり前のことを理論構成してくれてます。で、なおね。この場合はちょっとくどいかもしれないけど、えー、あくどくないか。ここはまだ今日初めての紹介です。えー、この場合、債務者はねまあ、売り主は事故の債務を免れたことによって利益を得たときはまあ、その利益をまあ債権者に償還しないといけません。よってことで、あの2項公団がありますね。で、メモのとこ見てください。まあ、例えば。 になります例えば、飼い主の帰席自由により、えー、売り主の目的物の引き渡し債務が履行不能となった場合ね、飼い主は売り主の代金支払い請求をまず拒絶できなくなります。条2項前段による処理ですねでこの時 公団を使うとしたらこんな感じで例えば使うことができるんですけどこの時売り主が発送費用の質を免れた時は発送費用相当額のまあ利益はね536に2う公団所定のまあ売り主が事故の際も免れたことによって得た利益に当たるということで、まあ、売り主はその額を買い主にまあ召喚しないといけないという感じになってきますね。 まあ実際だからそれぞれこう債権が発生し合って、でまあ、っ今日はやんないけど、まあ、実際には総裁の意思表示してね、総裁しちゃうと思うんだけど、まあ、一応総裁する前の段階だと、それぞれね、こういう感じでまあ反対債務のまあ請求権と、償、え、還、ー、請求権というのがこう、ね、発生するという感じになってきますね。まあ、実際総裁したと思うんだけどね、総裁の要件も多分満たすと思うんで、まあ、総裁されるとは思うんですけど、今日はちょっと総裁の話はしません。はい そして、今度もう1つ、ね、例外丸に丸2というブロックに行ってください、これがあの先ほどやりました債権者の受領地帯中の履行不能になります、これはあのさっきもうご紹介済みなんですけど、まあ、見ていきましょう、債、え、権、ー、者が債務の履行を受けることを拒み、また受けることができない場合において、ね、要は債権者の受領地帯ですね、でその時き、まあ、履行の提供があった時以後に、当事者双方の責めに期することができない自由によって債務の履行が不能となった時は、その履行の不能は、ほらさっきあったこれ,これです、債権者の責めに期すべき自由にものとよるものとみなされてしまうんですね。条の2の第2 でね、でその結果536条2の前段のでこの前段っていうのはほら上の例外1なんですよであとは同じ処理になりますね、えー、まあ善の債権者の責めに期すべき事自由によって債務を履行することができなくなった場合に該当することになりさっきと同じようにね例外1と同じように債権者は反対給付の履行を拒絶できないというね感じになりますねでこうやって言と話がつながりますよね なお書きのところですけど、これはのさっき、事業地帯のところでね、567条2項との,あの関係、お話ししてますけど、あのそこの復習ですえ。なお、事業地帯中の危険負担について、売買の目的として、あの特定した物についてはね、まあ、結論は同じなんですけど、413の2項の、四一三の二項と536の2項全体の,の組み合わせの代わりに、567の2項1本で、まあ、同じ処理がされるということになりますね、これはのさっきお話した通りになります。 というわけで、ね、実はあの例外1と2の話って実は今日の授業でも何回もやってるの特に例外1ってもう初っぱなの,、ね、の,の種類再建のあ特定の効果とかさあの種類再建の特定の効果のところからもう初っぱなから出てるんで今日、実はもうひたすらやってるんですよね。で今日初めて出てくる話は、ね、この後の例外3なんですよ。これ今日初めてになります でそここでちちょょっっととご紹介しますとね、これちょっと場面が限定されてまして適用場面が限定されてましてこれはね、あの売買の目的として特定した物につきましては、えー、売り主が飼い主に目的物を引き渡し後今までは、ね、引き渡し前に物が滅出した時だったんですところがこれちょっと場面限定で目的物を引き渡した後の滅出の条文なんですよね。 なちょょっと読んでいきましょう売買、まあの目的として、まあ、あしかも特定物前提ですけどね、まあ、特定した物については売り主が飼い主に目的物の引き渡しをした後に当社双方の軌跡順によらずに目的物が滅失損傷した場合ねでこれ、皆さんどうですかねこれ滅失等の危険はこれも引き渡し受けてるんだからさ引き渡し受けた飼い主がやっぱこの危険を負うのは、ね、それが当然だと思いませんか。 でその,あの価値判断もしお持ちでありましたらその価値判断を理論構成しているのがこの567の1個ってことなんですよね。というわけで飼い主は、まあ、代金が未払いの時によくこれ問題になりますけどね飼い主は未払い代金の支払いを拒絶できないということになりますね。まあ、代金もお互い払って物も引き渡してるってなったらもうそれ多分事件にならないんであのもう引き受け私受けてから物名出したのにさわざわざなんか金返せなんて言わないでしょ普通はね。<laughs> まあそういうい感じで これはまた代金が見張られるときにね引き渡し後に物が滅出したときにですねまだこの見張られる代金債務じゃどうなっちゃうのかというときにこれ使いますね。以上がその危険負担の話でありました。というわけでねここの34ページと35ページのところをしっかりとまあ理解をしておいてもらえればまあ大概、その危険負担の問題はまあ処理ができるまあ本当に基本的な話しか今日はし,し,してませんけどが最低限、その基本的な処理はまあできるんじゃないかと思われますね。じゃあ本日最後のテーマ契約解除に行きます 36ページ、テーマ5、契約解除のとこですね、でこれもまたね今日の話がいろいろつながってきますから、債権全体にあの関わることでありますのでね、いろいろつながりが見えてくると思いますね。では縦1、契約解除の意義ですね、まあ、矢印のとこです、えー、契約の解除とは、すでに締結した契約についてね、まあ、解除自由に基づき発生した解除権を有する、まあ、一方の当事者が相手方に対して一方的な意思表示をすることによりね、まあ、契約の効力をまあ消滅させて、現状に回復することをまあ言います。契、え、契、ーまあ、契約約約のの解解除除はは単独行為であります 拘束力を消滅させて、ね、事故の負担している債務を免れることができるまあ、そういったま機能があるんですよということになりますねで2個目のブロックのところですけども当事者の一方的な意思表示によって行う契約解除にはまあ、大きく2つのものがあってねまあ、法定解除というのと 解除というのがあります2行目のところですけど2個目のブロック2行目で法定解除や薬状解除はね契約または法律の規定による解除自由が認められるときにね解除権を要する当事者の一方的な思表示によって契約解除ができるという点で共通してまして皆さんお手元の6法540条以下の規定は法定解除にしか明らかに適用されない条文は法定解除は債務不履行民法の世界だと債務不履行解除なんですけど債務不履行解除にしか適用あ されなないような、ねえー、ものは除いて薬場解除にもあの適用されますんでね、えー、540条の1項があのそういう規定になってますから、えーまあ、そこでねあの まず条文の理解をしてておいいくださいでもまあどっちにしろ試験との関係で大事なのは法定解除になります今までの過去問の傾向からしたらね、まあ、法定解除論文試験担当試験ともに大事なのは法定解除になりますねでそれが3つ目のブロックで丸1で法定解除でこれはね解除要件が法律上規定されているもので,で特にまあ民法だとねその債務不履行解除がここでいうね法定解除になって試験でとても大事なものということになってきますねで最後の比較一番下の比較っていうところですけど合意解除、まあ、これもこれで大事なんですけど えちょっと、ね、あの上の、ね、解除とは大きく違うものだということは理解しててほしいんですよね。それはね当事者の合意により契約を終了させること。 を言いまして合意解除っていうのはねで合意解除は、まあ、法定解除や約場解除のように解除権を有する当事者の一方的な思表示により契約解除をするんではなくて、まあ、当事者の合意でね、えー、契約解除の効果を発生させるこれ契約の一種なんですよ一方的な思表示でやるんじゃなくてね形成権の行使じゃなくて一方的な思表示によって、えー、その契約の、ね、消滅っていうその法律効果を発生形成するねそういった形成権の行使じゃなくて、まあ、契約によって当事者の、えー、その申し込みの思表示と承諾の思表示の合致によって契約を消滅させるっていうそういったまあ 契約の一種なんですよね、まあ、実はあの契約って民法にね、まあ、典型的な契約としては贈与契約から始まって、ね、売買をはじめとしてね条文を見ていくとまあいろんな。 契約がありますよね。でも実際世の中民法に規定している契約だけだとまあ、うまく処理できないんですよね。現在の複雑な世の中はね。まあそういう点でまあ、契約の自由の原則というのが元々あのまあ、発端でありますので、えー、でそういうのを考えたときにまあ実はそういう名分のない契約っていうのも結構世の中は認められててでそのうちの一つがまこの合意解除ということに今なるんですよね。あとは司法試験だったらあのれ令和3年のねまだ1週間ぐらい前に終わったばっかですけど、あの令和3年の例えばあの民法の設問一ですとまあ、公私契約でねなんか抗議をすると報酬 もらえるんだけど合格者をこう出すとそれに応じたまた報酬がまあもらえるみたいなね、えー、話でやってますけど、まあ、あれなんかは多分そのまあその。 委任者のまあ信頼に基づいて一定の事務をするというところを着目すると順位人的なの性質もあると思うんですけど合格者を出すとまあその何か報酬がまたプラスになるということを考えるとまあ一定の結果を出すことによってこう報酬をもらえるそこはまあ受け負的なまあ性質なんですよね。なんでまあそれってある意味そのはっきり順位人契約なのかまあ受け負契約なのかってはっきり明確にあの割り切れないようなものがあってまあそういうときどうするのかというと契約自由の原則だからそういう契約も別に控除の原則に反じなかったらさ基本的にその契約自由の原則だからまあそういう契約成立するんですよね。 はそのどういうまあ法効果がまあ生ずるのかというのはこれやっぱ解釈の問題になるんだけどまあ民法の規定が使えるんだったらそれは参考にあの使った方がいいんですよ契約の解釈上、多分それ前提にあのやってると思うからねだからそうすると委任的なあの要素があるようなあの法的効果が導かれる部分のところはまあその委任の条文を使って処理すればいいし請負的なその効果を導くのに妥当するようなあの項目に関してはねそこはその受け入れの契約を使ってまあ処理すればいいわけで話でまあそういう形でそのまあ臨機応変にね色々その契約の内容を 考えてあとは他の例を挙げれば請負、まあ、と売買が結びついたような契約って世の中実務でよくあるんですけどね何かものをあのまず作ってもらう。 そそしてその作ったものを買うみたいな、まあ、そういうのを実務では政作物供給契約って言ってますけどそれまあバイバイと売買と浮世絵が混ざったようなものでありまして、まあ、いずれにしろその民法の名文にあるような契約以外のものって世の中いくらでもまあ,あるわけなんですよね。で、まあ、そういう感じでちゃんと柔軟な理解ができているかどうかってのはおそらくこの1週間前に終わり,終わりたてほやほやの、ねまあ、司法試験の民法の論文試験出してきたんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういう話だと思いますねあとちょっと授業が始まる前にちょっとこれ今の話雑談で少し話しちゃったんだけどあのまた繰り返しでねあの今聞いた人には 申し訳ないけど私はその別に合格者出したらあのいくらとかそういう契約じゃないから安心してくださいね、それによってなんか教育の内容変わりませんから、もうあのいつも中立的に、ね、あの教えるべきことをあの教えてあのやっておりますので、ね、よ、まあ、余計な心配しないでください、私ある意味、固定給でやってますのでね。はい さて、では、えー、今度ね。30。じゃ7ページの方に行きます。まあ、合意解除の話ねまあ、契約の一種なんですよ。って話ねで。別に民法の明文がなくてもいいんだっていう話です。で、その話は終わりにしてえー、37ページのところでまあ、縦2のところでまあ、債務不履行を理由とするまあ、契約解除の意義と。 とというこころで、まあ、矢印のところでのすね、えー、債務不履行を理由とする、まあ、契約解除は、えー、債務者に、ねえー、債務不履行された債権者を契約に基づく、ね、事故の債務からまあ解放要は一言で言うと債権者を契約の拘束力から解放する制度だっていうんですよ契約解除ね一言で言うとね、まあ、それを目的としたまあ制度でありますとで契約解除のこうした目的に鑑みますと、まあ、債務不履行につき債務者の帰跡自由がなくてもね、まあ、債権者は契約解除の要件を満たす限りね債務不履行を理由に、まあ、契約解除することができることになりますよということ となりますね。というわけでね、あの憲法の元ではね、このまあ、契約からのこの債権者を契約の拘束力から解放するってところを重きを置いてるんですよ。で、そこからそのじゃ債務不履行解除できるにはじゃどういう要件がいるのかって話なんですけど。 この名を書きのところですね、えー、契約が解除されるとまあ、債務者は契約上の給付を受けられなくなるという点でまあ、契約解除はね、債務不履行に対する、まあ、要は制裁ね、えー、にもなるとだけど新法はね、そこ着目してないんですここ着目するかしないかによって債務履行解除の要件が変わってくるんですよね債務者に対する制裁というところに重きを置くと結局その制裁に値するようなことを債務者がやってないとまあ ケア解除でできないないいはずじゃすかでそこで債務者の奇跡性というものがその債務履行解除の要件になってくるんですけど、まあ、新法の下では、まあ、そこではないんですよ重きを置いてるのは債権者の立場中心に見てね債権、まあ、者が拘束されたいというのであれば、まあ、債務履行の場面でだって誰が一番悪くて誰が保護されなければいけないのかといったら債務者が悪くて債権者が保護されなければいけないわけでさそれで、ね、債務者に規制自由がないからといって,言って債権者が債解除したいと思ったのに解除できないってこれ絶対妥当な結論じゃないんですよね。 う有無を問わず債、ね、権、まあ、者がもう契約から拘束されあの解放されたいっていうんだったらさ、まあ、債務不行の場面で一番悪いのは債務者なわけでさ債権者がなんでそこで割り加わなきゃいけないんだって話になってくるから、まあ、そういった妥当な結論を導く理論構成としてはその債務不履行解除の要件として債務者の帰席事を要求するべきではないんですよ。ということで新法のもとではまあそれが要求されてないということになってきますね。 まあ、今のが大体この一個目のブロックで言いたいことです。で、あ、えー、このね、三十七ページの大体一個目のブロックで言いたいことですね。で、あの,の、三つ目のブロックのところなんですけど、債務不履行解除ね、あの、法改正によってすごく楽になって。大雑把に言うとね、二つしかないんですよ。あの、は法改正前はさ、いろいろ、あの、担保責任のいろんなね、細かい解除の制度があったりとかして。いっぱいあったんだけど、まあ、新法のことでは、もう、要は、簡単に言ったらね、この五百四十一条と五百四十二条の解除しかないんですよね。だから、非常にここは整理されたなというふうに。 思います。なんでここでの仕事はね。あのこの541会場と542会場、それどういうふうに使われるのか？っていうのを理解すれば、大概の事例が処理できるようになるはずなんですよね。で、そこに行く前にね。その前にね。ちょっとさっきちらっと。 お話したところなんですけど最後のブロック37ページの一番下のブロックの一段落目のところですね債権者の帰席自由による介助権の,あの制限って話ですこれはさっき履行不能の効果のところでちょっとついでにまとめてあの話しちゃったんですけどこれちょっと改めてここでお話します。えー、契約解除は契約の拘束力から債権者を解放して債権者に利,を利益を、ね、与える制度であることを考慮しまして債務の不履行が債権者の責めに帰席自由によるものであるときは、ねまあ、公平の観点から債権者は債務者の履行不能を理由に、まあ、契約 の解除を、ねまあ、することとができないとさっき、理工不能の効果4つぐらいさあのまとめてさっき整理しちゃったんですけど、まあ、ここの話の知識を使ってますね。だからあっちゃこっちゃいろんなところ飛んでるの最後まとめて頭の中に入れておかないとねあの論文試験の事例とか担当試験の事例処理できませんのでね、まあ、復習が大事ってことですよね。忘れる前にあるところ勉強したらそれを忘れる前にまた繰り返しやらないとつながんないんですよいつまでやっても永久にね。だからもう頑張って回さないとだめなんですすすね同じことを淡々とを繰りり返すというのはすごく大事になりますね。 だだんんちょっと、ね、応用的な話が38ページのところで、返務契約について債務不履行解除ができるのか、要は、返務契約ってさ、一方の,あの当事者しか債務を負ってないんですけど、その時に特にあの債務を負ってない債権者が、じゃあ、この契約解除できるのかという話でね、でえー、そういう話になります。で中身見ていきましょう 民法は債務不履行による契約解除の対象をまあ契約と規定するだけで、別にあの名文上、まず総務契約に限定してるんではないんですよねで、ここでえ債務不履行解除はまあ総務契約に限らず、返務契約についてもねえできるのかというまあ議論がありますね、これ解除の制度からねやっぱ先ほどの基本のところからね解きほぐして考えていかないといけません、これ令和2年の法試験にこれ出てますね、返務契約の事案だったんですけど。 二段落目のところですがこの問題につきまして契約解除は債権者を契約の拘束力から解放するためのものであると言えるところ債権者が債務を負わない偏無契約では債、ね、権者に契約解除権を付与する実績がないということで結局、その債務を債、ね、権者が債務を負っている相互契約にのみ、ね、解除が認められるんだという見解もあります。一方上記と同様契約解除はここは 常に一緒なんですよやっぱ債権者を契約の拘束力が解放するとか、ここは争いがないんでここは指摘するんだけどちょっと質が違うんじゃないかなとうう見ていくんですね、でこう丸暗記じゃないですよ、最後は結局価値判断があって結論、何が妥当なのかってこと、実は先に考えてますから、で、後からへりくつつけてるだけだからね、でここでね、あの皆さんにちょっと債権者の立場に立ってもらいたいと思うんだけど、変、ま、無、あ、契約でさ、皆さんが債務を負ってないんですよ、だけど債務者の方うが、まあ、ちゃんと約束守ってくれないから、債務履行状態になっちゃってるのね。でででもそこで解除できない っていうことになった時に、まあ、別に債権者。自分に何か債務持ってるわけじゃないから、後で債務履行責任追及されるとか心配ないんだけど、なんか気持ち悪くありません。契約が残っちゃってるとであれば、そこのところからなんかその嫌な気持ちから解放されてっていうところあるんじゃないですかねだから債務持ってない債権者からでもなんか契約解除したいなっていう。そういう気持ちをまあ保護してやるかどうかって話なんですよね。だから、そういう点で、あの契約の拘束力から解放する制度っていうところ。ろそこは同じなんですよ。解除を認める見解でも認めない見解。結果見解でもね。だけど、その質をどこまで実質的に今考えるかっていう。 ここも丸暗記じゃなくて考えないといけないんですね当然あのこの問題令和2年に司法試験に出た時はさこんな知識として知ってることは想定してないからあの考えなきゃいけないんですよこういうところをねちゃんとあの現場で今みたいなその結論まず法律の世界っていうのはどの科目でもまず結論妥当性っていうのがあるんだってことをちゃんと理解してるかどうかって話ですよね。で事案見た時にさなんかこれこの事案見てこれ契約解除できないのおかしいよなって。 ね、も契約から解放されたいと思っているのにでも自分に債務を負ってないとでも悪いのは相手なんですよね債務者なんですよね。ねそれで解除できない解放されないこれおかしいだろうって思えるかどうかで,さでその思ったんだったらそ理論構成すればいいわけで、ね。というわけでねでこれ理論,理論構成の一つの仕方は全然覚えなくていいですけど、まあ、田中先生なんかねこの学者の、ね、民法の先生 なんかはこのの最後の一歩っていう段落ですけど、えー、契約解除は債権者の契約の拘束力から解放するためのものであることをまあ前提としつつも、ね、債務不履行されている債権者の契約の拘束力として、まあ、相手方に対する債務による法的拘束力だけでなく、ね、他の者との契約がまあ抑制されているという事実上の拘束力も含めてコ考慮すべきとこれ、丸暗記されてしな,しないしない,しない方がいいと思います。これは当然あの令和2年の司法試験の問題見て その利益状況を把握してでその利益状況を踏まえた解放っいうのは何なのかってね、まあ、矢島の,あの論文完成講座でまあ令和2年の問題はやりますけどね最新刊護も山手講座で最近やったばっかなんですけどやっぱその事案を見てここでいう債権者が解放されるべき拘束力って何なんだろうってね、まあ、その事案を見てやっぱ理論構成しますから、まあ、そういう点であの丸暗記はしちゃだめこれは使えないからこのまま暗記しても事例にどうせ使えないからだからこの価値判断をね結局結論の妥当性というのが常に先にあってね債務をってないからって言って なんか再,再,、ね、再現者の方としてはもうなんか解放されたいと思ったのにこれ絶対解放されないのおかしいよなってなった時にさじゃあその解除の制度主である契約からの解放ってのは何なんだろうって考えてさでその解放されるような理論構成すればいいわけじゃないですかで、当てやめすればいいわけね基案立てて当てはめすればいいわけなんで、まあ、そういうことができるかどうかっていうのがまあ大事なわけですよね。 というわけでほらこれやっぱ、ね、司法試験ってこんな感じね、まあ、予備試験もおかれつくかでこういう感じでねやっぱ本に書いてあることそのまま書けないような問題もたまに出してきますけどね特に司法試験なんかもうずっとこんな感じですからあのここ最近ね、えー、試験傾向がずいぶん変わりましたからね、ここ23年でねで令和3年また傾向だいぶ顕著でやっぱとにかく頭使わせるような感じ全般的にね全科目的にあの丸暗記が通用しないような問題にどん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 んしてるような。 感じがするからこそ、まあ、私の授業の内もその質に合わせて変えてるんでね、まあ、今日今季初めてのね令和3年度の,まああの人前に出る授業初めてなんですけが、えー、こんな感じで質を変えてますねとにかくまあ理解が大事だということになってきます。 さてであとはねついでにあとはもうあのちょっと全体的な話に関わることじゃないからあの契約解除の全般的な話としてはさっき言ったとおりあの39ページのところでねあのまあ民法改正されて解除はずいぶん楽になって541の解除と542の解除しかないんですよ、で541の解除はあの再告することによって解除できるものであります、再告解除ね、でもう1つが再告しないで解除できるものが542条にえあります。これが43ページの ところににあありますすででじゃあ皆さんに問題催告、えー、解除である541とあ要は事例見た時にね論文試験の事例とか、まあ、担当試験の短い事例見た時にじゃあこれどっちの要件を満たせば解除できるのかって、まあ、判断しないといけないじゃないですかでその時に催告による解除要は541を検討すべき事例なのかそれともその無催告でまあ解除、ね、できる、まあ、542でまあ処理するのかどこで判断します っていうと、まあ債権解除っていうのは当然さ、まあ債権によってやっぱその債務が履行される見込みがあるような事例絶対想定してるはずなんですよ。債権しても債務の履行が見込みがないような時にあの債権するって法的に意味がないから、まあそういう時にあの債権解除要求するわけないですよね。だから本当大雑把に言うと、合41解除と合42解除のあの違いってどこにあるのかどこであの区別するのかって言ったら、まあ債権によってまあ履行の追加の見込みがあるのかないのかっていうところであの分けられてますね。でその価値判断を要は条文があの要件明文化してるだけなんですよね。というわけでまあここのところあの今みたい にあの理解しといてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。で今日はねあのそのちょっと債権法全体の話でちょっと解除の要件細かい話はあの債権法全体の話というよりは解除の話になっちゃうからねちょっと今日のテーマからずれるんで割愛しまして40ページのところここを見るとちょっと債権法全体の話がつながるかなと思うんで40ページの1個目ここで今日終わりにしますこれで終わりにします40ページの1個目のブロックで参考総務契約における履行地帯を流通する契約解除の要件の注意点ってところですね。 今日の話が使われますいいろろそこで見ていくと、総務契約から発生した債務の履行地帯、これは債務履行の一種ですよね、債務履行の対応の一つですよね、履行したりに契約解除する場合、次のことに留意する必要がありますよと、総務契約においては、同時履行の公弁権533条が認められまして、これが認められる間は、履行期に事故の債務を履行しなくても、履行地帯の違法性が阻却され、ですね履行地帯の債務履行は認められないと、これの同時履行の公弁権の存在って言いますね。 のの債務履行ををに契約解除すすするるはは主張するものはこ,こです相手方の同時以降の公弁権を証、ね、明させないといけないんですけどで今日やりましたよね相手方の同時以降の公弁権を証明させる方向感を導くものって何でしたっけっていうとまあ弁済の提供ですよ。というわけで、まあ、事故の債務の履行をまあ提供弁済の提供をまあするということになってきますね。まあ、こういう感じでいろいろ今日勉強したことがつながってくるんじゃないかというふうに思いますね。 じゃあ,あと最後ねあの勉強復習の仕方なんですけど46ページをご覧ください合格のため合格するための復習の仕方でこれをあの理解してないとね何年やっても合格できない可能性が出てきちゃうんで十分気をつけてほしいんだけどあの読んでわかる勉強と 書けるようにあのする勉強と全然違うんですよね。なんでそこを書いときました。だから復習がすごく大事でね。えー、まあ今日授業聞いたらさ、大体授業中そんな難しい話は今日してないから、多分あの大体分かったと思うんだけど、この聞いてもわかる勉強とまた書ける勉強も違うんでね。そこのところの違いをちゃんと意識してで書けるようになるまでちゃんと例えば要件とか効果とかさあと基本的な規範とかをねいらない紙に何回もこう書けるかどうかって話なんだよね。でその、えー、自分がそういうことちゃんとできてるかどうか例えば検証する手段としては四十六ページの 最後のの個目のブロックのところなんですけど読んでわかるのに書けないかどうかの確認項目のほんの,ぐあの具体例一例なんですけど例えば憲法だったらあの憲法21条1項適合性の判断枠組みねこれ多分本読んだらみんなわかるのよさすがにここに今日いるような人はねだけど果たしてこれ白紙の紙に書けますかって話よで書けなきゃ答案書けないのは当たり前ですからね <laughs> それからね民法だったら定等権に基づく妨害排除請求権の実態法上の要件ねこれも本読んだらわかると思うのよもう読んだこともあるだろうしねだけどじゃあこれ今白紙,の紙に入っち、はい、ゃ皆さん今書いてください え書けますか、ね、書けなかったら受かるわけないからそして、えー、刑法だったら早すぎた構成要件の実現が問題となる事例、まあ、実行・行為制の枠組みと故、ね、意の,の枠組みが特徴的ですけど、まあ、それ読んだらわかると思うんだけどじゃあ今、はい、白紙の紙に今じゃそこの余ってる余白のところ書いてくださいって言ってかけなかったら受かんないよ当たり前ですよねそれはね。 あとはこの、あの商法だったら、会社法467条のね、えー、この株主総会のほら特別決議が必要なあの事業上とのまあ該当性の判断枠組みね、まあ、これもあの読んだらわかると思うんだけど、じゃあこれ、果たして、はい、皆さん今そのレジ、ジ今日のレジュメの余白のところ書いてください書けますか、書けなかったら、それは受かりませんよ、それはその、その程度の復習の仕方じゃねっていう話なんで、まあ、そういうところを意識してほしいのよね。 だからちゃんとその白紙の紙に基本的な要件とか効果とかその規範ねそこを書けるようなそういうまあ復習をまあしていくのが本当に必要になってくるんでね、えー、まあ論点だけにしかも飛びつくと最近の司法試験には対応できないのはもう分かってあの過去を向いたら分かると思うからねここ直近のところにもう3年分ぐらいね本当に一番直近から見た方がいいですよ令和3年基準にまあ遡ってこう見ていれば、まあ、丸暗記はもう通用しないもう世界になっちゃってるから、まあ、そういう点ではやっぱりこう論点のところだけじゃなくて今日の授業みたいな感じでちゃんと丁寧にね体系的に大事なことを順番に押さえてい で最後はつなげられるようにするという、ねえー、ところ短い時間でこう繰り返し復習していくといろんなところでこう飛んだところで勉強しているものがつながってきますから短い時間で復習しすることによって、ね、見えてくるんです、つながりが、まあ、そういう勉強するかどうかっていうのがすごくまあ大事になってくると思いますね。 これからね皆さんあのまあ来期に向けて勉強頑張っていくんじゃないかとまあ思いますけどあとまあ受かった可能性がある人も今度2回試験大変なんであの司法研修所入るとね科目は少なくなります司法試験予備試験よりも科目は少なくなるんだけど深さが違ってめちゃくちゃ深いからねだからそういう面では例えば民法とか刑法とか民相法とか刑粛法とかはこれ2回試験でもあの使うからもう徹底的に勉強しておいた方がいいですね、まあ、そんな感じでね今後頑張っていってください。今回の講義終わりりにししまますどうもあ,りありがとうございました